アメリケンカフェのあやきんです。今日のフォトサロンボリューム3のおむすびは、香りも香ばしい桜えびのおむすびと、お酒が効いていて少し大人の味の豆ご飯のおむすびです。今日は川上編集長にもお召し上がりいただきます。こんばんは、岩崎琴音です。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。フォトサロンは間もなく開演いたします。受付を済まされた方から前にお詰めいただき開演をお待ちください。本日のおもてなしは季節のおむすび、桜えびと豆ご飯のおむすび、ほうじ茶です。どうぞ温かいうちにお召し上がりください。それではただいまよりフォトサロンを開演させていただきます。主催は木下敦夫、ナビゲーターは三田義則、そしてゲストはデジタルカメラマガジン編集長の川上義也さん、この3人の登場です。この番組はデジタルカメラマガジン編集部、メリケンギャラリー&カフェの提供でお送りいたします。ではですね、始めたいと思います。はい、はい。フォトサロンボリューム3ということで、ということで、はい、はい。ボリューム3が始まりまして、このフォトサロンですけれども、デジタルカメラマガジンを使って、写真とカメラの話題を広げていこうというふうなお話になっております。はい、はい。今日はですね、なんとゲストということでですね、まあこちらの方、お迎えしております。はい、はい。川上義也編集長。あ、川上です。いつもこういう感じでスタートしてるんですよ。はい、はい、なんかちょっと番組っぽいでしょ。こう YouTube で見たら凄まじい演出だよね。そうでしょ、うん、頑張りすぎでしょあれ。頑張りすぎてるすごいちゃんとして編集されてるからびっくりしちゃって。おむすびいかがでしたかね。今日は桜エビと、お豆さんね。お豆さん、うん、お豆さん、関西ってお豆さんっていうの。お豆さんって言わないですよ。言わないですか。言わないですよ。ほっこりしましたね。ほっこりしましたね。美味しい。どうでした、どうでした、美味しかったですか。ちょっと始まる前にちょっと控えで、はい、まあ、今日の話をちょっと打ち合わせしてて、あ、ちょっと今日大変だな、もう2時間も喋るのか俺ばっかりみたいな、嘘なんですけどそんなテンション上げてて、はい、ちょっとこうお腹も減ってきたし、はい、ココア頼んだんですよ、うん、まあ要は甘いもの食べてね、はい、元気しようとしたら、うん、先ほどお持ちいただいて、これがびっくり美味しくて、はい、まあ、お米とね、その具材が合ってて美味しいよ、うん、美味しいよね。あ、作ってる人すいませんね美味しいだけじゃなくて、こう握り方がさ最高だよね、うん、これのこと好きな人が握ってくれたんじゃないかぐらいの愛情、うん、愛情、うん、あれすごい。あれ実は機械ですとか言ったら嫌なんだけどそれくらいこうふわっとしててね、はい、さっきの桜エビの話、桜エビちょっとほっこりが、はい、味のまろやかさじゃなくても その握り方からも伝わってきて幸せでした。なんかこう空気感がね、空気感っていうか空気詰まってたね。はい、そうですね。まあフォトサロンかなりマニアックな作りになってまして、はい、おむすびも実は年間のもうメニューできちゃってるんですよ。でこうメニュー会議というのが多分ね16時間ぐらい、それも頑張りすぎる感じだね過去16時間ぐらいにわたって大きなおにぎりを1個でいいんじゃないのっていうところからスタートしてですね。でも2つにしたの、その時に食べれない人もいる。はいはい、1個だと1個食べて1個持ち帰りたい人もいるんじゃないかと、うん、いうことで、じゃあ2個にするんだったら当然種類分けないといけないよねって感じで2種類になった。うん、この2種類にしたがために炊飯器も1台買ったんですよ。本当に？はい。なん
か、いや真面目にあの見てる人にはちょっと来ていただきたいんですけど、うん、人の話はね、うん、まあいいじゃないですか、半分、うん、話半分でも、うん、それまずいかもしれないけど、うん、これマジで美味しいのでおにぎりはそれだけのためにいらしてもいいんじゃないかってちょっと今日は思いました。そうなんです、はい、だから結構こだわっている。だってあそこでうんうんって言ってるよすごい美味しいもん。こだわりの美味しいです、ね、本当に美味しい。今日は召し上がっていただきたい。編集長交代になってしまうというニュースが。あ、そうなんですよ。3月の19日にですね、全国一斉に流れてですね、はい、はい、そうなんです、はい、で今回はまあその最後のお仕事、ね、ほぼ最後のお仕事ということで、はい、神戸にお越しいただきました、はい、ありがとうございます。お茶子さん、ありがとうございます。はい、ということでですね、はい、僕ちょっとお伺いしたいんですけどね、はい、もそもそもですね、そもそも、はい、おにぎり好きか。あ、おにぎり好き違う、はい、川上編集長ははい、エリケンとの関わり合いっていう感じで、まあ、最初どうやったんですか、ね、うん、なんかね、どっかで会ったの覚えてるし、その時の印象は覚えてるんですけど、うん、どこで会ったかをすっかり忘れていて、随分、うん、飲んだよね。自由荘の居酒屋じゃないですか。嘘、初めて会ったの違いました。いや、飲んでたのは覚えてるし、はい、どこで会ったんだろう。何かイベントでお呼ばれされて、うん、していただいて、うん、お会いしたんだけど、それが何年前、もう4年ぐらい前、5年ぐらい前でしょうかね。お苗場のですね、2回目関西お苗場の2回目の時ですね。そうだ、ゲストで呼んでいただいて、ゲストに来ていただいて、まあ3日間ずっと飲んでたという。そうだっけ、はい、どこ行った。金土日ですね。金曜日は近くの居酒屋だったんじゃないですかね。あれで近くあったっけ。なかったですね。なんかないよね、多分ね。心斎橋かどっかの方で行ったんです。移動してね、うん、あの時って、うん、私以外誰かいらしてた。ニコンのですね、坪井さんと僕だけ。あ、編集長何か呼んだんだ。そうそう、編集長がですね、そう、何人か来られてましたね。あと北さん、その時会ってないか。そうだよね、ああそうそう、そう、後で話そうと思ったんだけど、次の編集長は、うん、その時に他市の編集長でお呼ばれされていた福島さんって人がいる。そうですよね。この人が、うん、次のデジタルカメラマガジンの編集長やるから、呼んだかったら不思議なもんね。不思議ですよね。だその時に会ってる会ってる会ってる、うん、会ってるし、その前から知ってはいたんだけど、うん、その日はなんかさっとお帰りになられたかなんかで、うん、あ、いたけど、夜はあんまりお付き合いは、彼も先生連れて、ね、うん、いらしてたから。そうですよね、うん、あんまり飲まなかった気がしないでもないというか、うん、覚えてるのは彼のことすごい覚えてるんだけど、他の人のことはあんまり覚えてない。覚えてないですね、うん、最初会った時にそのこういう感じだったし、ちゃんと丁寧なんですよ。だけど迫力あるから、うん、後で聞いたらね、バイカーファッションだし、そうですそうです、ハーレー乗ってるっていうから、ね、ああそこ男らしい人だねって思ってたんですよ、はい、ここ来たらえらいこうハッピーなね、えこんな観葉植物あって、うん、グリーンじゃないですか。グリーン、僕水やってますから。で、お姉さん方みんなね、うん、だからそう想像できないわけお姉さん方みんな綺麗だから、まあ、この方々がやってらっしゃってね、そう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 、支えられて王様なんだなと思ったら、違う、俺がこれ作ってんだとか言うわけ。作りました。おかしい、どういう人なんだろうと思って、うん、一番大変だったのはミラーボールつけるのが大変ここは同世代ね。ミラーボールは同世代なんですけど、これはスイッチつけれなくて、うん、これ24時間、ま、回りっぱなしなんですよ。うわー、お金かけてるねずっと待ってる。本当夜ずっと見られる。外から見ると、あ、光ってるってか、光ってるんです、分かるんですよ。あ音はしないけど、クラブの感じ。そう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 、オチがつかなくて困りますちょっとね、ほんとギャップがあるんですよすごい面白いよね、そういうところで言うと、ね、で結構ね、東京行った時に飲んでたんですよ、はい、川上さんと。そうだよね、うん、でその時から、うん、もうデジタルカメラマガジンって見ていただいて分かるように、最初にこうカメラが載ってるじゃないですか。載ってますね。だこれはカメラ雑誌だと、うん、で僕たちは感性で写真撮ってるから、うん、カメラばっかりの表紙だとちょっと面白くないから、うん、デジタルカメラマガジンって読まないんですよみたいな話をしててもうちょっとなんかこう写真のこともいっぱい書いてよとかっていう話をしてて、はい、そうしたら読みますからみたいな、そう言われて、生意気なことを言ってて、いやいやいや、実はでもその中には写真のこととかいっぱいこう書いてあったんですけど、はい、結構読まず嫌いで、おー、なるほど、だったんですけど、まあある時ですね、銀座のうなぎ屋さん、そうね、あ、うなぎ屋さん、うなぎ屋さんですごいな、飲んだんですよね。飲んだ飲んだ。でその時に、うん、
デジタルカメラマガジンは写真を長く続ける人のために作ってるからって言って、結構どういう感じで作ってるんですかとか、どういう気持ちで作ってるんですかとか、あと編集とは何ですかとか結構いろいろ聞いてた。ほいほい。そうするとそういう話が出てきて、あ、だったら僕たちも写真を長く続ける人のためにイベントやったり教室やったりしてるので、まあ、一緒じゃないのと、なるほど、いうことでですね、じゃあいろいろやりましょうよこれから、意気投合しちゃったわけっていう感じでですね、もう最後銀座のね親父にもう我慢なんで早く帰ってくださいよって感じで最後の最後まで残ってですね、なるほど、っていうのをなんか覚えてますね。でそこからデジタルカメラマガジンデイというものを年に1回、そうそうそう、あ、それはその時言ったんだね、そう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 、デジタルカメラマガジンデイやろうよって、そうそうそう、そうだ、で写真家呼んでくるからね、一緒にやろうよみたいな話をした覚えだけ覚えている、そんなかっこいい話をしたかどうかは覚えてないっていう、なるほど、はい、まあ飲んでるんでね飲みながら企画の話をした、そうそうそう、そうだよね、そうでした、うん、そうでした、しかもそこがね9時半ぐらいになると出てけって言われるような、そうお店で早いんすよ、ね、結構いろんな店でこの前燃えちゃいましたけど、やぶそば神田のやぶそばでも行った気がする、ね、行った、そば食いながらお話しした、結構そういう粋な飲み方をしながらですね、すごいですね、で最初のその釣り雑誌とかからスタートしてるじゃないですか、はい、編集人生が、うんうん、どうだったんですか、いきなりカメラやれみたいな話になった時、そうですね、編集人生でいうと最初は情報誌とかパソコンがちょうど Windows95 とか出てきて、みんなが買うのを買えばいいのとかね、使い方どうなのっていうのがあった時期に、バイヤーズガイドみたいなのやってて、それから情報誌やってたんでね、僕の担当グルメとファッションと、あと携帯電話とか、あの時携帯電話出始めと時計、あと男の子が好きなそういうなんかこうグッズ、ギア、ね、あの辺は全部一通りあって、その時にその雑誌の、制作に必要な写真の種類とか、切り抜きだなんだとか、ライティングがどうだってのは一応まだ駆け出しになったので、編集者としても、アシスタントなわけですよ、カメラマンさんの、撮ってもらったこうアイロンかけたりとかね、畳んだりとか、ちょっとライト動かせとかとか、そういうのをやってた時期があって、写真は若干その手伝ってはいたんですよね、アイスもちょっと入って手伝いしたりとかしてた、職業的に、そうです、職業接する機会があった。でその時の後にはその釣り雑誌もやって、釣り雑誌の時はちょうどデジタルが出始めだったのかな、一部、D100 みたいなカメラもあったんだけど、当時はその出版社が、雑誌ってね、昔の雑誌は一紙で一つのフィルムに決めるんですよ、当時はベルビアだったかなんだか、だったわけ、それで同じノードでスキャンをするから、同じ要するにフィルム決めたらプロビアとか決めたら、それを全部の写真家に渡して、これで撮れって言うんですよ、フィルムを渡して、そう、でそういうぐらいだから混じっちゃダメなんですよ、はー、なるほど、混じると緑の色が変わっちゃうから、特に自然風景撮るでしょ、その釣りやってるわけだから、そうすると、まあプロビアならプロビアとかベルビアベルビアと決まってて、それでみんなやってるからデジタル禁止だったんですよ。なるほどなるほど。デジタルなんて持ってのほかだって色出なかったし、当時難しかったから、でそういうのもあったんで、僕がその20代後半の時はデジタルがあったのは知ってたけど、デジタルカメラを仕事で使うっていう感じじゃなかった、全くなかったね、それからまた今の出版社に入って、パソコンの仕事はしてたんですよ、できるシリーズって言うんでしょ。できるシリーズを作ったのは川上編集長。違う、もうあれはもう1993年ぐらいからあるから、僕は何代目、4代目か5代目から編集になったんですけど、キャリアとしてはそこで書籍の編集を始めて、ずっとパソコンのオフィスね、ワードとかエクセルのものを作ってて、でその中でD80 とかね、はい、D70 とかね、70S っていうのがあったんですよ、ありましたね、あれのできるも作ったんですよ。そう、できる D70S とかね、はい、作ってよく売れたんですけど、当時そのデジタルカメラを結構どんどん良くなっていく時期なんだけど、やっぱりプロの方って少し抵抗があるわけですよ、当然ね、今までのやり方もあるし、変えていかなくちゃいけないし、
当時まだホワイトバランス結構安定してなくて色が難しいんだよね、うん、でローのやり方もまだ当然、うん、あの定説みたいなのが少なくて、うん、そういう中で言うと最初にああいうカメラをお使いになったユーザーさんの多くの人はパソコンを使ってる人が多かった。やっぱりパソコンを使えばあのロー現像もできるとか、うん、取り込みもしやすいとかってのがあったので、うん、我々がその掴んでるお客様、うん、できるシーズン買ってるお客様にそのD70 の本ですって出すとバンって売れたりして、うんうん、でよくねだから当時岡島さんとかと本作ったりしてて、うんうん、多少カメラのことはやってはいたんですよ、うん、だからもうその当時、さっき話したような雑誌あった時はフィルムの話なので、うん、もう全く違うから、うんまあ、ほとんどそこでゼロからこうやってた感じですね、うん、でもそれを作ったのは、7年ぐらいできるシーズンの編集やってて3、4冊だったから、うん、年間30冊とか作りますからね、編集になると、うんうんうんまあ、ほとんど覚えてないっていうか覚えてたけど、うんまあ、そんなに身になったかっていうと、うんまあ、やっぱり素人みたいな、うんうんうん、で当時その横の編集部ではデジタルカメラマージン編集部バン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 頑張ってたんだけ ど、まあ、正直言うと見てなかった、うん、見てなかった、うん、で突然なんかこうやれと、うん、だから、まあ、あの時ねさっきおっしゃったけど、うん、勉強してたっていうけど、うん、本当にその通りで、ねまずその就任した時に、そこでメインで書いてらっしゃる著者の先生方をお集めしてご挨拶をした時にある先生から「若見お前はカメラ写真わかるのか?」って言うから「わかりません」って言ったら、うん、1年間黙って写真展全部見に行けって言われて、うん、東京っていっぱいあるんですよ、うん、ギャラリーがね、うん、で毎週だから水曜と金曜の午前中は2件か3件ずつずっと黙って回って、うんうん、サインだけして別にお声掛けもしないで写真家さんに、うん、俺ずーっと言ってたんですよ、うん、1年ぐらい経ったらなんか川上さんって人がすごい来てるって話になってでそれからその写真見てくださいっていらしていただいたとか、うん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 、だから1年間は黙ってただ単に黙って見てたんですよ、うん、すごいってただ一応自分の中ではこうね仕事で言ってるから、まあ、多少自分の中で感想メモ書いてるんですよ、うんうんうん、これは分かんないとかね、うんなんだとか、うん、それがすごく財産になって、うんまあ、2年目ぐらいから随分あの写真家さんのおっしゃってることも随分わかるというか、うんうんうん、あの自分の言葉と先生がおっしゃってることのそのなんかギャップが埋まってくるというか自分が言いたかったことはこういうことなんだともあるし、うんうん、先生が言いたいことはこういうことなんだってもわかるようになったのは1年ぐらい写真を見続けたからかもしれませんね、うんうんうん、それぐらいまあ言ってしまうと写真を見るっていう意味に関しては、うん雑誌を作るためにはもちろんこういうのが各版が欲しいとか切り抜き欲しいとかやってたけど、うん、写真そのものの その質とかあの写真家さんが作家として作ってらっしゃる作品の狙いみたいなことまでは、うん、変な話狙いはほら僕の場合雑誌作るから僕の狙いで撮ってもらうわけですよ、うんうん、でもその、我々が今扱わせていただいてるジャンルっていうのは、写真家さんが 撮りたかった発表したかったものをどう解釈するかだから、うん、ちょっと主従が違う、うん、でそういう見方したことなかったんで、うん、僕その最初の1年は勉強したっていうか、うん、黙ってこれは何をテーマにまあもちろんタイトルあるんですよ写真っていうのがね、うん、でも大体なんかな変なキーワードじゃないですか変とか言っちゃいけないけど、うん、海とかなんかそんな、うん、夏の記憶とか言われても、うん、夏の記憶ったってなみたいなね、うんうんうんもうちょっとこう解釈しないと分かんないじゃないですか、うん、だって僕の夏の記憶と違うでしょ、うん、皆さん違うからね、うん、そういうところで言うとそのキーワードだけじゃやっぱりちょっと分かんなくて、うん、随分こう1年ぐらい見続けた、うんうん、あまあいい経験でしたけ ど、ね、あれは良かったですね、うんうん、勉強したっていうのはそういうことかもしれないです、うん、なるほどね、はい、それからあれですね、このデジタルカメラマガジンに作られて、はいうんそれが2008年の2月、うん、そうですね2008年は、うん、まあなんかこう話してみようかな、はい、2008年って何があったんですか2008年って言ったらですね、はいイージス艦とですねイージス艦があの衝突したあの例の事件ですね中国の艦船とちょっと違ったっけそれとはまた違います違うイージス艦と漁船ですね漁船のそうだ日本の中のだ、はい そうですね、そうでしたそうでした、ね、で韓国のね前の大統領が就任した、うん、そういう時期すっかり覚えてないですねああこの3月号からですよねそうですねあの今ねこうなんか5年間のあそこにパネルを作っていただいて、うん、まとめて、はい、こちら
こちらにもありますたんですけど、一番最初の、はい、当時はだからもう雑誌って3号前ぐらいからこう走ってるんで、うん、なんかこうやったというよりは、うんうん、上がってきたゲラをこれちょっとこうしようとか、うん、表紙はこうした方がいいんじゃないかっていうレベルで、うん、本当の意味でその内容をやってはいないんだよね、うん、この時は前の編集長のやられてきたのをこう調整するというか仕上げる、うん、仕事でしたね、うん、でも今こう見てみると最初の1年目っていうのは、はい、写真そのものの云々よりは、やりたいことをはっきりさせるというか、うん、自分の編集者としてやりたいこと、いや、僕がやりたいことよりは、うん、編集部がやってきてこれから やりたいのは1年ぐらい大体決まってるんですよ、最初からね。でそれがあのテーマはあるんだけど、うん、タイトル的には曖昧なわけですよ、うんうんうん、なんかそういうのをはっきり言葉にしてあげて、てかこういうこと、こういうふうに言わないと分かん伝わらないんじゃないのとかっていうのをやってた時期だと思うので、うんうんうん、なんか例えばその3月号だとすると、うん、一番上にこだわりの一なんて書いてある、うん、一芸なんちゃらが勢ぞろいって書いてあるでしょ、はい、なんか要するにこう何を言いたいのか分かんないじゃないですか、タイトルとして、うんうんうん、もうちょっとバーンって言ってくれよみたいな、うんうん、そういうのがすごい気になってたんで、編集者としては、うんうんうん、もうちょっとはっきりしたくて、うん、次の号は、うん、新生一号を堪能せよっていうのは僕がつけたんだけど、うん、まあ前のトーンに合わせてちょっと古い言葉だけど、うん、短くこう一行でパンと分かるようにしたのかな。この時にデジタル一眼とも、デジタル一眼レフとも言わなかったんですよね、うん、新生一眼って言っちゃったのは、うん、デジタルカメラマガジンだからデジタルがやってるわけないじゃんっていうんでデジタル撮っちゃったんだよね、うん、短くする、うんうんうん、まあそういうことをやってたんですよ、うん、表紙もなるほど、これナバト先生の写真ですけど、はい、もっと違った、なんか曖昧な写真だったんだけど、うん、まあ、ここ笑顔でバーンと来た方がいいんじゃないのって、うん、この写真しようよって決めたらもうあれですよ。ただ別にこの号で新生一眼を堪能せよってやりたかったかって言われると、どっちかやりたいかやりたくないかじゃなくて、うん、もう決まってたことをこうやる、うん、読者に届きやすいやるように、こう編集として整理するのがこの時期のだったので、その後のこの5月、うん、この白い表紙で、うん、あなたのカメラは最強かって、うん、これね、うん、これなんかもう本当にそれを極端にやった感じだった。その2号前、うん、その前が今話したように、うん、なんかタイトルがすごく緩いっていうか曖昧だったわけですよ、うん、なんか何のことをやりたいのか分かんないなっていうから、もっと一発バンっていこうよって決めて、もうあなたのカメラ最強かってしちゃうよってつけちゃったんです、はいはい、そしたらめっちゃ怒られてね、うん、俺のカメラを最強かどうかって聞くなんてどういうことだと、うん、最近決まっておろうがっていう、ずなんか怒り、確かにお叱りとか、うんうん、編集部にもたくさんいただいたし、うん、メーカーさんからもなんかお叱りいただいたりとかして、どういうことだ、いや、うん、どういうことかなっていうのを問い合わせてるんでしょうと、うん、クエスチョンマークついてるんじゃないかなみたいなね、うん、説明したんだけど、それからまあちょっとガランと格好は変えちゃった。まあその後、まあそういう意味では、なるほどね、結構キーワードを、短いキーワードをバンバンと出すようにして、うんうんうん、まあこれはどちらかというと編集の手法を一生懸命自分らしさを出してた時期なのかなと思いますけどね。川上編集長と僕と同い年なんですよ、うん、で、3月生まれ。そうですね、3月何日ですか。23、あ、先週、3月23ということはうちの息子と一緒ですね。嘘次男坊と本当、はい、ご縁がありますね。ご縁がありますね。だからなんか僕も3月生まれで3月3日なんですけど、うん、なんか似てるとこありますよね、その分かりやすさとか、あ、ね、どうすればこう分かりやすくこう分かるとか、こう、うん、僕もよく仕事をしてる中でこんなん書いても分からへんやんみたいなところってあるんですけど、うん、そのなんか分かりやすさとか、うん、そこなんかはっきりさせようよみたいな、なんかね、やりたいことを結構絞らないとやりきれないんだよね、うんうん、うまくいってもいかなくてもいいけど、うん、だってやりたいっていうやつがいるわけですよ、特集なんですので、いや分かったとやるのはいいんだけど、うん、なんか中途半端にやると何が外れたかも分かんないじゃないですか、うんうんうん、思いっきりやりましょうっていうのはこの時よく言ってた、うん、だから怒られてもいいんだと、でそう、失敗したら俺が怒らんでしょ、どうせみたいな、うん、怒られてもいいけどはっきりするじゃない、でもそう、言いたいことも言って、こういう反応があるのねって分かる方がいいっていうか、うんうんうん、なんかうまくいったわけでも失敗したわけでもよく分からないオチが一番良くないので、うんうん、まあこの辺はそんなこと言ってた、うん、気がしますね。なるほどね。でもこの辺の頃はだって D700 出た時なんて、うん、あるよ、そこね、ちょうどこの辺り
この後 D700 超入門って特集やっちゃったら、はい、そこにいらっしゃるニコンさんの上司から電話があってきて、はい、こんな特集やっちゃって大丈夫ですかとか叱られたんじゃなくて心配されちゃって、いいでしょう、うんうんうん、みんなフルサイズ欲しいでしょうと、うんうんうん、ちょっと値段が当時高いなと思ったけど、うん、でもついにこうね、うん、まあ APC がダメとかいいって意味じゃないんだけど、やっぱりカメラのこう技術的な変遷からすると APS-C の方がやっぱり最初は作りやすかったものがあったと思うんだよね。でそれは別に悪いって意味じゃなくて、それはそれの良さがあったんだけど、やっぱり従来から僕も含めてフィルムで撮ってる人間は感覚的には 35mm 版のあのサイズで撮りたいっていうのもあるので、でも高いじゃない、70万とか80万じゃちょっと買えないんで、やっぱりなんとか20万ぐらいで買えないかなって当時思ってた、期待してたんだけど、ちょっともうちょっと高かった、でもこれはそれでもで35万ぐらいだった気がするんだけど、これはもう大応援ですよと、やれやれっつって やったんですよね。この時もだからもう少しフルサイズとは何かみたいな特集だったんだけど、やめようと、そんなに言ってもリナー役でしょ、ドンってやっちゃったのも先ほどのなんかやりたいことあんなら思いっきりやんないと、ちょっと分かんないんじゃないのっていう部分でしたね。だからこう見てるとちょっとずつこう文字が大きくなっていってますよね。そうですね、こうねキャッチがちっちゃいんだけどジャンプ率がこう上がってるというか、そう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 、かなり編集としては文字がでかくなって縦書きになってる、縦書きもやってるし縦書きになってますね。次のなってニコンを止めるのは誰だどれだっていうのもこれ俺書いたんだけど、はい、これもね、相当怒られちゃってさ、どっちからも怒られるわけよ、そのニコン以外の方からも怒られるし、でもニコンさんからも止めるのかって言われちゃったりとかしてね、ややこしい感じなんですけど、でもこれ、コピーとしてはいいですよね、ニコン止めるのはどれだっていうのは、褒め言葉じゃないですか、これって。そうよ、ニコン褒めてる、褒めてる、褒めてる、褒めてる。誰なのこの暴走って、誰か止めなきゃもうっていうようなものもメッセージとして、まあ、一応立場というか、編集長としては、日本でこんだけこうカメラの、ね、種類があるってすごい幸せじゃないですか。もし韓国行ったら自分たちの国の一眼ってサムスンさんしかないでしょ、例えばじゃあパプアニューギニアじゃあ作ってないんだよ、カメラ、まあ、当たり前ですけど、そう、つまりその日本にいればいろんなのを選べるっていうのはすごいじゃないですか。なるほどなるほど。服がユニクロしかなかったら困るでしょうよ。困りますね。ユニクロもいいけど、できればね、状況によっては違う服着たりとかしたいし、そういうその多様なものが文化だったりするとすればね、カメラがどんどん減っちゃうの困るわけですよ。ユニクロさんもちろんどんどん売れていってほしいんだけど、ユニクロさんだけ売れちゃって、他のメーカーさんもやめようになってなったら困るので、結構そういうニュアンスは前からずっとある、みんなやっぱりいいカメラがたくさんあって、いつでもその撮りたい写真とか、その日の気分とかに応じていろんなカメラ選べる方がいいし、でも1メーカーが全部揃ったら大変なことだし、全部揃っちゃったらまたなんかね違いが少なくなっちゃって面白くないので、やっぱりいろんなものがあって、その中から選ばれていくっていうのがやっぱり作り手も多分プライドでしょうしね、そういうのは結構ずっとあんまり変わらずにあるはあるかな。なるほどね。まあでも随分そこら辺で思い切ったことをされてるわけですね。思いっきりやりましたね。2号連続でこの D700、ね、D700 超入門、でその次に2個まとめるのがそうですよね。ちょうどリーマンブラザーズが破綻した時ですね。リーマンブラザーズ破綻時代背景ですちょうどその頃、麻生内閣発足、麻生内閣発足した、この頃です、なるほど、影響あったんですかね、きっとね、ニコン止まったのかな、それで分かんない、分かんないですね止めるのは誰だって誰リーマンブラザーズが止めた止めたの、あ、それはよく言われて、あの当時やっぱりインパクトありましたからね、困るあれ、すごいいろんな開発止まったのか、まあ開発止まったか分かんないけど、売り行きはちょっと影響あったと思うよ、それはニコさんに限らず、みんなみんなねそうだと思う、なるほど、答えが出たわけですよ、リーマンブラザーズ、あーどれだと、リーマンね、なるほどですね、まあそういうのがありながら、はい、それでちょうど通算100号記念に、ああそう、これもね、いつだったんですか、100号記念っていうのは。100号記念は2009年1月号で、はい、この時はなんかね、ちょっと特殊なことしたんだよね、はい、100人
の写真家さんでデジタルやってらっしゃる人に100枚、はい、1人1枚ずつお写真をお借りして、うん、見開きで、うん、じゃあ50人だ、50人の方、うん、50人の方にお預かりして、うん、128ページの別冊を作り、うん、本紙とくっつけてこうシュリンクして売ったんだよ、ね、あー見たことある、ゲーマー熱くて、うん、面白かったね、うんうん、あれは、はー、で、すごくコストかかるんですよ、あれね、いくらだろう、あの当時普通に試算をすると、うん、通常1100円で売ってるのが、うんうん、1680円になっちゃったの、はい、で、1680円で売りたいですって提案したら、うん、すっごい怒られた社長に、うん、怒られますよね何考えてんだって言われて、しょうがないからどっかから予算を取ってきて、その、うんうん、なんか宣伝費かなんかこれで、うんうん、穴埋めして、うん、1200円ぐらいにして販売したんだよね、うんうんうん、でもやりたかったんですよ、そういうそのなんかちょっと面白いこと、うんうんうん、100号だしで社長に怒られるから、うん、もうあと 100号やらないから、うん、200号までやらないからやらせてくれってやったんだよね、うんうん、なるほど、まあ、200号まではいないんだけど、いなかったね、すいません、いませんでしたなるほど、うん、もうやらないからやらせてくれってやった覚えがありますね、うん、ちょっとそのデジタル一眼レフが10年ぐらいなので、うん、2009年でしょ、1999年ぐらいからどっとね今週まで出てきた時期なので、はい、それでやったんだけど、その時初めて多分デジ1って言葉使ったんだと思う、うん、もうカタカナでデジ1って書いたら、うん、お客さんからハガキすぐもらって、うん、俺の使ってるカメラはデジタル一眼レフであってデジ1じゃないって言われて、そういう安っぽい言葉を使わないとか言われてすっごい怒られた覚えではあるけど、うんうん、でもだって短くしたかったんだから、まあインパクトありますからねデジ1って、うん、まあすいません、そういうのもありましたね。なるほどね。今度あれですよ、鳩羽写真教室の100期を迎えるんですよ来年。100期100期ってすごいですよね。100回のスタートを僕やってるわけですから、100回の皆さんの初めてがあったわけでしょ。すごい、すごいですね、節目ですね。その時にはぜひ来ていただいて。本当、はい、いつでしょう。1月くらいですか、来年。来年の来年1月くらいです。あ、頑張る、はい、頑張る。もうその時にはうちも何かやりますよ。本当、はい、100回もういろんなところからお金集めて。お、本当、はい、宣伝費とか宣伝費とか、あもう関係ないでしょ俺やめるんだしみたいな、まあ、すいません、まあいいっす、まあ、ぜひじゃあ期待してますが、うん、100回はね、100回ってでかいですね、うん、すごいね。ちょうど雑誌通刊100号で、うんうん、そんなことやって、うん、結構写真界の先生方からお褒めいただいたりとかして、でも社会情勢的にはこう大量の解雇、そうです、リーマンショックの後、大企業ではもうこの解雇が始まっている時です、非常にこう不安定な時期、不安定な時期ですね、うん、あでもね、それ社長がそんな、ね、予算使うなって言ったらそういうニュアンスもある、うんうん、景気悪くなる時こんなお金使い勝手この野郎みたいなことを言われました。うん、この時のね、だから特別付録がこれ2つもあったんですよね、うん、だから、あそうだ、デジタル私のとっておきの1枚っていうやつと、はい、読者による DCMカレンダー、うん、2つ、そうでしたね、うん、カレンダーはだって1月号だから毎回ついてるじゃないですか、うん、毎回つけてたけどね、うん、これはまあ非常に、なるほど ね、はい、でちょっとずつですね、なんかこう文字が、うん、こうデジタルカメラマガジンの文字がですね、うん、隠れるようになってくるんですね、この頃。そうか、少し知ってました、皆さん、デジタルカメラマガジンって今表紙って読めないんですよカメラとかにこう隠れてしまって、で、で、人種みたいな。今月号、今月号、今月号見てください。今月号比較的読めるよね、まあ、読めます、デジタルカメラでもこうマガジンって読めない、マガないけど、デジタルカメラしか読めない、負荷って見えます、後でちょっとこれも見ていただくと、ほとんどデジタル化しか読めないようなのがありますんで、ぜひ楽しんでいただければと、まあ、2009年の3月26日にはガンレフっていうサイトがオープンした。そうです。でそこで、まあデジタルカメラマガジンと連動していく、うんうん、そうだね、そうそうそう、結構デジタルカメラマガジンが、創刊した頃からやっぱり写真の楽しみ方を、うん、が、まあ、従来のね当然フィルムで
現像して伸ばして飾ってっていうのとかから、まあ、プリントして人にあげてっていうのもあるんだけど、それじゃない部分をができる、もちろんそれ従来のこともできるっていうのがあのデジタルカメラの楽しさだと思ってたので、結構以前からあのフォトコンテストはウェブでメールで応募いただけるようにしたりとかしてたんですよね。でそこからなんかどうせならフォトコンテストに応募するのって月に1回しかないけど、その前にみんなで見せ合って、それなりにこう先生に見せていいよねって言われる前に、周りからも結構それなりにこういいよね、これ出したよって言われてから出した方がなんかいいじゃない、なんか多少自信もつくし、みんなそう言ってるから出さなきゃいけないかなみたいな気持ちになるかもしれないので、そういうその SNS 的な部分を作りたいっていうのがあって、ガンレフっていうのを始めさせてもらったんですけどね。これ川上編集長の案でっていうか、いや、あのね、会社の中でそういうふうに言う人間がいて、でデジタルカメラマガジンで一緒にやりましょうみたいな部分があって、でその時にうちではフォトコンテストがこういうふうにやってるけど、その部分をさっき話したように1月に1遍だけね、出すっていうのをじゃあ面白いね、普段からこういう話を見せてね、見てもらっていいねってつけてもらったり、ね、これはどうやって撮ったんですかとか言われるとちょっと嬉しいじゃないですか、そういうこのリアルな場ではねよくあるけど、それがウェブ上であった方が顔見えなくてもいいし、あのお互い褒め合うみたいな感じが、いいなと思ったんで、当時ね、フリッカーとか見てて、フリッカーってもう今やってんのかな、やってますやってます、いや皆さん日本であんまりもうやんなくなったかもしれないけど、フリッカーすごかったですよ、ワールドワイドにグレートとかなんとかってついてるのね、で日本と違ってあのいいねっていう言葉がいっぱいあるんですよ英語って、ファビュラスとかなんとかって、うわーってあって、それは一言だけだけどいっぱいついてるんですよ一つの写真、でそういうのってすごく励みになるっていうか、しかもいろんな言語でついてる人いいねとかとか、ああいうの日本でね、やれたらいいし、日本でもそれを僕も含めていいねって言うと、なんか書き込む時に上でいいねって書いてあったら同じくいいねっていうよりはちょっと違うと書きたくなるじゃないですか、そうするときっと褒める言葉を考えるじゃないですか、そうきっとそれって写真を読み解くことになるでしょ、おのずとその人って書く、そのいいねって言うだけで上手くなっていくような感じがしたので、それをやりたいっていうのはあったんだよね、狙いとしては。そんなんで始めましたね、2009年か、そうでしたね、もう2009年だから結構前ですね、3年前、そうですね、ワールドベースボールクラシック、日本が優勝した、日本優勝、初優勝ですか、これか、そんな時期ですね、あれですよね、まああのざっとこう見るというと、次なんかのこうね、ピンボケ写真のさようならとか、あピンボケ写真のさようなら、分かりやすいですね。次なんかのサイスのね、そうですね、そうですね、特別インタビュー、このおっさん誰だっていうハガキが来ましたね、なんでこの普通表紙って女の子だろうこれ、このおっさん誰みたいな、有名な人なんですけどね、でもすごくこの人も写真すごく好きな人でね、なんかあの作り手が写真いっぱい撮ってるって話聞くと嬉しいんですよ、そのただ単にこう工学的にこうだったからじゃなくて、俺こういうの撮ってるからちょっとこういうレンズいいんだよねって言っていただいてね、この人は結構まあドイツの方でしたけど、すごくあの親近感というかね、シンパシーを覚えましたね、目的別ボケのプロテク45、だってピンボケをさよならですよピンボケさよならのまたこの後にそうボケのプロテク、ボケのやっぱりボケすごいでしょ、もうそう関西的にはこういうのは何て言うんですか、えあのいやピンボケとボケは違いますからねっていう話なんですけど、あの当時からやっぱりフィルムの時よりもボケる率が高いみたいなことは結構ハガキとかにいただいていて、同じように撮ってもなんかピンとはボケて抜けてるような、それはレンズが悪いとかなとかいう人もいるんですけど、違うよとちゃんとであのフィルムの時よりもしっかり撮らないと
ボケますって話を結構言ってたんですよ。なのでそれで、まあ、ピンボケ写真のさよならっていう特集をして、うんうんうん、しっかり撮るのを撮らないと、うん、しっかり意思を持って撮ったらボケも生きるんですよ、うんうん、全部ボケててボケてると、うん、ボケ使ってると意味わかんないじゃないですか、うんうんうん、ここちゃんときっちり改造してるって抜けてこうボケてからいいわけですよ、うんうん、ここもブレてる、ここもボケてるじゃしょうもないでしょっていう意味で、僕にとってはね結構筋が通ってるというかちゃんと取れ取って意図してぼかすって、うんうん、そういうような意味合いですよね。あとはもうパソコンで拡大できちゃうじゃないですか、うんうん、ビビビビビってなると、うんうん、あ、ボケてるとか、うんうん、よく見えますよね。フィルムの時だとこうループでこうやって見てて、うん、あ、ある程度合ってるみたいな、こう拡大してビビッと見ますから、うん、そうね、よく見るとボケてるみたいな、よく言われましたね。だからデジタルカラーマガジンはそんな風に見ないだろうってところまで見て解説してるかどうかいちいち言うって言うけど、僕結構ね、うん、そういう風に言うけど、うん、きっちり撮れてるやつはちゃんとね引いてみてもすごい力があるんだよ。はい、そうですね。それ経験あるでしょ、うんうん、あの実はどっかで緩いピントだったりすると、うん、分かるよね、ちょっと差が、うん、まあ、ビチッと撮れてるとやっぱりあの別に拡大しなくてもやっぱりこう力があるよね、うんうん、だから結構僕はあんまりその拡大してどうのこうの言って間違ってるっていうのは正しい部分はあると思う。そのあの印刷しちゃえばまた違うからね、うん、だけどディスプレイとかで見てる中ではピシッと当たってる方が力があると思うんだよね、うん、僕はそんな人に、いやでも絶対僕はピント合ってる方がいいと思うって言う、うんうんうん、それはたまたま拡大してもピントピッチと合ってるけど、うん、拡大するために撮ってるんじゃなくて、うん、写真に力があるのはピントが合ってる方だと思うので、うん、ぜひそこら辺はお伝えしたかったですね、うん、これはどうなんですか。ああのこういう結構あの編集長をやってて結構あのボケのプロテクダのデジタル一眼次世代の予感とか、うん、かっこいいカメラが欲しいのさとかいうのは、うん、でも自分で最後決めてるんですよ。その、うん、表紙はあの部下が作ってくれるんですけど、うんうんうん、最後こういう風にしてって決めて、うんうん、決めるんです、うん、でその時はなんかあのカメラももうなんかあの当時結構もう画素数も1000万以上普通にあって、うん、で感度もね、なんか6000円とか取れるようになってきて、うん、もうなんか差が出にくいのでどっちかというとかっこよさでしょこれからと思ってた、うんうん、でその時にちょうどそのなんだっけこれね KX とかレンタクスのね KX と出てきて、うん、なんか色張りがすごかった、うん、でびっくりしちゃって、でこれね、これじゃないロボっていうなんかあの、うん、ザリガニワークスさんの知ってる、別注モデルが出て、うん、もうめっちゃハマったけどガンダムみたいなわけわからない、うん、これが一番みたいな感じで、それを感動してこの兄さんたちに出てもらった、うん、表紙に。それでその時のキャッチを、うん、なんかこのかっこいいカメラでしょって言い方はしたくなかったんですよ、うん、なんか欲しいのさっていう感じのなんか気分、うん、ポンプマークついてるんですよ。そうかっこいいカメラが欲しいのさ。そう結構ねポンプマークみたいな、ポンプマーク書いてるの最初からキャッチコピーで、うん、なのでデザイナーは必ず撮ってくるわけよ撮ると雰囲気違うのよ、うん、何撮ってんの、何撮ってんだと、うん、おかしいだろうと俺はいつもで3回ぐらい直して、うん、最後いいんですかって言うんですかって、最初から入れてんだっちゅうのっていうのでやって、うんうん、あんまり売れなかったこの子は、売れなかったんだすごいこだわって作ったんだけど、うん、あんまり売れなかったんだけど、うん、ただなんかこのタイトルがすごい気に入られたメーカーがあって表紙は全然違うのでこのキャッチコピーとだけ使わせてくれって言われて、うんうんうん、なんかこのお使いいただいたっていうかね、うん、なんかその時ちょうどその広告系の人たちは多分そういう気分だったんだと思うね。これからカメラっていうのは、うん、その性能とかスペックとか何コマ連写とかじゃない部分で勝負しようっていう時期だったんだと思う、うんうん、ちょうどその時僕がパッと僕がって書いた雑誌でかっこいいカメラ欲しいのさ音符ってつけたら、うん、なんか響いたらしくて、うん、この表紙全部無視してこのタイトルとデジタルカメラマガジンだけをそのまま持ってって、なんかのカメラの冊子に使ってくれって言われてまあそれは広告部のでやるんですけど、使っていただいた覚えがありますね、うん、ああなるほどね、はい、新しかったですね。まあ次の夜のプロテクは46は残念なので48にしようと思ったら、はい、あのすごい怒られてね、お前ふざけんなみたいな、うん、夜のプロテクじゃないだろうと、うんうんうん、
でも48とかふざけんなみたいになって、しょうがないか2つ減らして46にしたみたいな。46にしたの。そういう、はあ、おかしなこともやっていました。夜のプロテク、夜のプロテク、はい、しかも新雑誌じゃないみたいですね。効果抜群、目的別夜のプロテク46。それまずいですよね。そのまま言うとちょっと違う雑誌になるんだけど、ね、違う雑誌ですね。プロテクが結構出てますけど、うん、当時プロテク作り、46点46点2点足りないんで、すいません、アダルティの番組に来ましたね。来てくれませんそういう感じ、はい、で、次に廃棄、老棄という形で、うん、2009年の12月なんで、ちょうどメリーケンとの出会い。そうなんですよ、この2010年の1月号の時にですね、廃棄、老棄の時に来ていただいて。そうでしたね、はい、なんか忘年会やってらしたんですよ。忘年会をここでやってたんですよ。ふと来たんだよね。ふと来てもらったんですよ。なんかみんなふと来たんですよ。そうだっけ、うん、いろんな方いらっしゃる。ネコンの坪井さんも来ました。あ、そっか。ふとふと来たんだ、うん、何の前触れもなく。そう、そういう、そうでしたよね、うん、なんかあの木下さんからさっきね、随分前にお話が出てましたけど、デジタルカメラマガジンってカメラのことばっかりで写真のことないからつまんないよねとか言われたのを覚えていたんで、うんうんうん、なんか腹立って、うん、この号の時持ってきて、いやあのお言葉ですけど、カメラのこと分かんないと写真撮れないと思うんだけどと、念、うん、写じゃないんだからと。そうそうそう、いやユリゲラーならこうやったら撮れるかもしれないよ、自分の中のイメージが、うん、うーんってやったら撮れましたみたいな。でもユリゲラーじゃないでしょ、うん、やっぱ機能分かってね、うん、やりたいことに適切に使えなきゃいけないから勉強すべきだってなんか言った覚えが、この時ね、ありますね。これだから写真カメラじゃなくて初めてですか、これカメラが載っていない表紙。そうだね、ちらっと載ってるような気がしないでもないけど、載ってないか。あ、載ってないね。載ってないんですよ。あ、そうだ、載ってない、うんうん、はい、そうでした。大和田亮さんの写真ですね。そう、大和田さんの写真ですね、うん、なったんですよ、うん、この写真すごい好きでね、うん、なんかあの彼のなんだプリズムかなんかに載ってる写真だったんだけど、うんうん、なんかスケボーっつうのもなんか、うん、僕の世代からすると子供にスケボー乗せてっていうのもなかったんで、うんうん、でまたなんか子供がこうやってやるんだよね、うん、あ、こういう姿勢やるって名越先生に聞いた方がいいと思うけど、うん、2歳ぐらいってこうやってね、こう反って赤ちゃんね、やられますよね。7ヶ月。あ、え、そんなちっちゃいそのちっちゃいの子供連れてスケボー乗せてコロコロってやって写真撮ってる大和田さんもなかなかですよね、うん、でもすごくなんか未来になんか希望の持ってる写真だなと思って、うんうん、使って出していただいたような気がしますね、うん、ちょうどこの頃はあれですよね、鳩山さんが偽装献金問題で会見してるんですよ ね, すよね、うん、そうなんだその頃ですよ、ハイキーとローキーで、ハイキーとローキーで会見してたのそうですか面白い、いや面白いですね、そんな、うん、でもその次の子思いっきりカメラですけど、ね、本当ですね、単焦点レンズが好きだこのキャッチは何なんですか。いやなんかね、単焦点の特集をやりたくて、うん、なんかズームは結構やって、その前ほらなんかあのツワイスのおじさん出てきて、あれは購買ズームやったんですけど、なんか単焦点かっこよかった、かっこいいでしょ、かっこいいですよね、一眼レフって単焦点つけるとかっこいいですよね、うん、なんかあれだけでやる気になるじゃないですか、うんうん、なんかズームってこうなんか見切ってね、なんかコンビニエンスってあんま良くないよね、うんうん、あ、いいんですよ、いいんです、うん、いいんだけど便利な方がいいんだけど、燃えないじゃないですか、燃えない、うん、なんかちょっと多少こうね、具合の悪そうな車をこういじって動かけた方が楽しいでしょ、うん、っていうのもあるじゃない、うん、だから単焦点の方が素敵だとは書けないんですよ、うんうん、でも好きでは書いてるんですよ、うん、だって好きな感想というか自分の気持ちですからね。それは購買ズームのが便利だし、うん、軽いしいいじゃない、うんうんうん、4本持ってかなくていいんだから、うんうん、でも好きなんだ、好きな気持ちを言っちゃった。そうだから見てこれ、うん、この文字のギャップ比って言うんですけど、好きなのがでかいんです。そう、単焦点レンズより好きなのが、しかもあの漢字じゃなくてひらがなで、そうそうそう、好きだ、しかも丸まで、そう 丸つけると決意なんですよ、断定ですよね好きだ好きだ、うん、だってなんか文句言われないでしょ、好きですかじゃないから、うん、好きだ。そういうところにちょっとこう編集長のこう気持ちみたいなのがありますね。音符とこの丸と一緒です、ね、そう、音符もそうだったけど丸もね、しょっちゅう撮るわけよ、デザイナーが、うんうん、
本当に取るんだよ。だってデザイン的にはこう邪魔かもしれないよね。いやちょっと工夫してよっていうか、この丸付けるの随分考えて悩んでんだからさ、うん、上がってくると必ず取ってるわけ、うん、で必ずこうやって丸ってつけると、うん、また電話があっていいんですかつけてみたいな、うん、いやつけてってもうね、結構ここからの丸がついてる。丸ついてるよね。そうそうついてると思う。結構ついてるんじゃないかな、うん、これちょっと待ってください。春のこうプロテク47、うん、これ1個増えたじゃないですか。1個増えた。46から今度47に。なんかきっとあったんでしょうね。でも48にはならない。48は5ハットだったんだ。5ハットです。48やるともう終わっちゃうから。終わっちゃいます、ね、47ぐらいにしていただきたい。よくわかんないですけど何が終わるのか分かりません。面白いですね。面白いね。覚えてます全部。大体覚えてます。こういう覚えてますね、うん、覚えてると思う、うん、なんかでもきっと、うん、あの雑誌っていろんなあのお客さんが読まれるんですよね、うん、特にもう私ども去年で15周年なんで、はい、15年やってると15年前のカメラデジタルカメラの捉え方と5年前とか10年前ってやっぱり全然、そのカメラ自体も変わっちゃったし、うんうんうん、だって15年前はなんか100万画素とか、じゃあ30万画素とかの QV なんちゃらとか、ね、QV10 が30万画素だっけ。30万画素とかね、うん、なんかそういうコンパクトばっかりなんですよ、うん、でコンパクトカメラでさすがに長瀬先生も撮らないでしょ、うん、ねえポスターにしようとかいうのはちょっと撮りにくいじゃないですか、うんうんうん、だからやっぱりその全然その読んでるお客さんも変わっていくし、うん、共通してるのはカメラってことなんだよね。いろんな撮るものがあるとしても、うん、だから結局変わっていって15年続いてると、うん、一冊のものでいろんなお客さんがこう読んでいただけるから、うんうんうん、いろんな人に刺さるようにこう組み合わせるわけですよ、うん、そういうところではあの変わってどんどん変わってはいるけど、うんうん、あの大きなタイトルはやっぱりいろいろテーマ性を持ってるんですけど、うんうんうん、その裏に別のものを入れたりして作ってたことを思い出しますね一個一個、うんうんうん、はあ、なるほどね、うん、だから実はあのさっきおっしゃってた、うん、あの写真のこと少ないっていう部分においては、うん、でも写真の部分もあるんですよ、うん、その比率がねこう時代によって増えたり少なくなったり、うん、もっとそのプロの写真家のための、うん、印刷入稿のためのノウハウがいっぱい載ってる時期もあるわけですよ、はいはい、やっぱその時代その時代で、うん、その読むお客さんがだんだん変わってきて、うん、だんだんとバランスが変わってってってことなので、うん、まあ、あのこの号でね、僕も編集をおりますけど、うん、次のねからも新しい編集がどう考えるかわからないけど、うん、デジタルカメラマガジンはこうだっていう部分はありますけど、うん、やっぱりデジタルカメラをお使いになっている人が、いろんな人がいて、いろんな人、いろんな期待があるので、それをこう組みつつですね、こうどんどん変わっていくし、まあそういう意味で5年やったけどどんどん変わって僕らは良かったのかなと思ってますけどね、うんうんうん、この辺りからこのデジタルカメラマガジンの文字が隠れ始めてるっていう、いや読めなくなって読めなくなってきて、うん、隠されてるんですよね。隠されてる、はい、そうね、どん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 。でもねそこに関してはクレーム来なかったね、うん、探せないとか言われたことないうんうん、うん、こういう表紙ってうちしかないんだね。ないんでしょうね、うんうん、このコピーも面白いですね。これ写真の上手な外し方とか、ああそうですね、うん、これが正しい絵打ちの決め方丸丸、うん、こうキャッチだけ見てって面白いですね、うん、本当、うん、であなたのデジタル一眼その傾向と対策ほっといてくれた。これもねそうほっといてくれってきたね、うん、結構いろいろ怒られて、うんうん、世代交代とか、ね、世代交代とか書いちゃったりして政権交代みたいですね。そうでちょうどなんかこの辺でですねあれですよ、震災があったんですよ。そうだよね、大震災ですよ。そうだから2011年の3月。ああそうだね、うん、そう揺れたんですか。揺れたね、編集部もなんかね、うん、あのちょうど、はい、2011年の4月号ですね、うん、そうですね、3月売り4月号を考慮する日に地震があって、はい、しかもね4時から考慮ねって言って、うん、みんなに4時にこう集合なんですよ。それまではほらそれぞれ段取りがあったり、うん、外にいる人もいるから、はい、でそしたら2時11分ぐらいに地震があって、
でビルが古いので、うん、震度5強だったんですけどなんかひびとか入っちゃったじゃん、はいはいはい、全員退去になっちゃって、うん、出たじゃないですか、うん、でしたら地下鉄止まってるしで、うん、とにかく俺はなんか一番引っかかったのはこれ雑誌が出ないなっていうことだったんですよね、うんうん、一応雑誌ってその日付通り出すのがマストなので、うん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 、でもしょうがないよね、うんうん、だって会社はもう入っちゃいけないっていうし、うん、スタッフは帰ってこれないし、うん、あの本当地下鉄が全部止まっちゃって、はいはいはい、でねもうニュースも全然わからないしで、うん、あの日は結構びっくりしちゃったし、うんうん、あとはそのニュースが全然なくて、うん、津波が来てるかどうかもよく分からなかったんだよね、はいはいはい、でインターネット上のなんかそのつぶやきとかなんとかだけで分かって結構大変なことになってるよ、うんうんうん、うちの、ね、スタッフの7名ぐらいいるんですけど、そのうち3名、僕見ると4名かは家族が仙台とかいるんですよ、岩手とかに、はいはいはい、だからちょっと仕事してる場合じゃないわけ、うんうんうん、なんかお父様がいるとか、うん、お母様がいるとか、うん、おばあ様がいるとかになると連絡つかないし、うん、まあ、みんな浮き足立っちゃうしね、うんうんうん、で僕も実は弟夫婦が仙台にいたりしたんで、うんはいはいはい、連絡つかないし仕事は止まっちゃうしみたいなね、結構悲しい思いをした気がしましたね、うん、無事に出たんですか。無事出たの。それが、うん、これも奇跡が続いて、うん、最初はまずその考慮ができないっていうのが、うん、あったんだけど、日曜日中にそのツイッターだけ来てたんで、みんなツイッターのアカウントで編集部だけこう連絡取り合ってて、あのお父さん生きてたとかの方が来るわけですよ、うんうんうん、ああよかったねと。でとりあえず月曜日はもう今の段階でもうとりあえず考慮するから、うん、来れるやつは来いって話して、うんうん、来れなかったら俺が考慮するって言って、うんうんうん、で僕は江戸川区って言ってあの編集部から50分ぐらいかな離れたところなんです。電車で1本で行くんだけど、はい、朝ね始発に乗ってったの、うん、もうとにかくみんな来れなくても俺がやろうと思ってたから、うんうん、始発で行ったんですけど、その後大混雑になっちゃって、うん、で電力がないから、うん、通常の6割とか5割運転だったんですよね、うんうん、でどんどん乗れなくなって人がどん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 来るから、うんうん、でそれで人が編集部が来ないから僕は黙々と朝からやってて、で雑誌ってその編集部が中心にやるんですけど、営業さんがいたり広告がいたり、その印刷所とのやり取りをしたり紙の手配するっていういろんなセクションがあるんだけど、みんな結局僕が判断しなくちゃいけないから全部僕に情報持ってくるんですよ。もうなんかどっかのなんかあの作戦本部みたいになっちゃって、しょうがないから僕机がそのみんなと並んでるんですよ。あの普通の偉い人ってこうきっとこういう流れがあってなんか偉い人席でしょ、僕その並んでるから周りにも人がいるとかなんてごちゃごちゃしてダメだからちょっと引っ越すって言って会議室を借り切って、そこでゲラを全部持ってこさせてやってたら、ゲラを読む暇がないわけ。次はなんか印刷所来てたらなんでかんだってもうガンガン来てて、当時はね一番最初に分かったのが、まずその色粉を出さなくちゃいけないんだけど、色粉っていうのはその色粉用の溶液があるんですよ、うん、テスト用のね、うん、プリントのその色粉の溶液が倒れちゃって、うん、ないと色粉出せないみたいな、いやどうしよう、じゃあもう DDCP でいいからって、うん、なんかプリンターみたいなインクジェットみたいにいいからってやってって出して出してもらって、うん、で出してもらうんでいいんだけど、今度トラックが、ね11日が金曜日でしょ、12、13、月曜の朝から、うん、埼玉県で政令が発令されて、業務用のガソリンは1台につき1000円分しか入れちゃダメとかなっちゃったんです。で埼玉から、埼玉って隣の県ですよ、要するに神戸から大阪に行くみたいな感じかもしれないけど、そういう感じで、行けないわけです、はいはいはい、行ったは帰れないみたいな、うん、で全部ガソリンスタンド閉まっちゃって、うん、もうみんな買いに来ちゃってなくなっちゃってね、うん、それでまずガソリンないから持っていけないとか持ってくるとかなとかあって、うんうんうん、しょうがないからもうすっごい大混雑だから、うん、あの営業マンがなんか大きなこうプリント用紙を持って来てくれて、うん、でこうチェックして出してるんです、うんうんうん、そ今度その印刷が始まるときに、すみません今度紙がありません、紙なかったですね、紙なかった、うん、それでね紙がない理由は市川かどっか、うん、市川塩浜っていうその東京湾の、ね、あるエリアにあるんですけど、そこの工場が傾いちゃって、うん、紙ってすごい大きな大判なんですけど、それがグニャっていっちゃったんですよ、うん、こうと、うん、このグニャで平面性が保たれなくて印刷できなくなっちゃって、うん、全滅ですよそこが、うん、で当時その石巻ってところにその
製造工場があったんだけど、石巻の JP さんの工場が全滅して、うんうんうん、もう紙が一切ないんですよ、はいはいはい、どうしようどうしよう。でもその日は色を構成してるからまだすぐいいんだけど、明日紙が入んなかったらもう出ないよって時に、うん、色々今度手配したら出雲工場、うん、出雲って島根県、うん、島根県の出雲工場から JR 貨物で夜通し持ってくればなんとかなるみたいになって、うん、それを夕方から手配し始めて、うん、で何台いくつどうのこうのと、うん、でそれでいや行けそうだってなったら、その行けそうになったのもクレアかなんかちょっと分かんない、うん、ある女性誌がその月の号を諦めたんですよ、うん、同じ紙が余ったっつって言ったら、もう紙いったよみたいな。だから要するにこうハードルが連続してくるわけですよ。ガソリンがないだ、色香用紙がないだ、今度紙がないだ、なんとかさんで雑誌が辞めたんで紙が出てきたとか、なんかじゃあ JR 貨物で持ってこいだなんだってやってて、でその後もガソリン問題が解決しないんですよ。今度印刷したでしょ、で製本所に持っていくのは製本所の中でやって、でこう作ったはいいんだけど、今度取り次ぎさんに持っていけないわけ、ガソリンがなくて、それもどっかの雑誌社が一時諦めたんで、ガソリンが余ったっつんでそこに積んで、これからその連続なんだけど、持ってきた取り次ぎさんのシャッター開かないわけ、搬入できないで困ったっていうのは連絡来る。もう夜中ですよ、もう結構ずっといるわけ会社に、もう電話かかってきたとか役員が来たとかぐちゃぐちゃしてたら、その後 2,3 時間経ったら入りましたってどうしたのって言ったら、また同じくなんとかって雑誌がその後納品諦めたんでシャッター開くとこ開きましたとなって突っ込んでみたいな。で結局発売日は出たんだよね。まあだからあの号は編集部7人ぐらいいたんだけど、4人しか来なかったね編集部。それでまあその来てるやつの中にもご家族が仙台だなんかいたから、もう浮き足立ってるわけですよ。で僕自身もね、なんかあの当時市川のコンビナートが燃えたとかですね、すごかったんですよ。もう情報錯綜してるわけ。でなんか原子力発電所がどうのこうのとかって話が出てきて、僕も子供いるしさ、どうみたいな中だけど、もうとにかくこの本を終わらせようみたいな感じで結構やってて、あの話がなくなっちゃって申し訳ないんだけど、神戸の震災ね、神戸だからだけど、前ねお話を聞いた時はこう淡々と話されてたし、ね、ここは関西だねだからみんな生々しく覚えてらっしゃるけど、正直東京にいたので、あのヘリコプターでのあのすごい煙とあれは見て覚えてるけど、感覚的に言うとすごく、まあ言うてしまうと一言だったんですよ。でも今回は別に東京そのものがねこう崩壊したわけでも何でもないんだけど、はあ、地震って大変だなって思ったし、なんか今もねやっぱり忘れられないから、ああ本当人ってのはなんつうか人ごとのしか思ってなかったんだなってね、僕自身がね、なるほどね、やっと自分もそのああこういうことって大変なんだってことを一緒の立場でねきっと話せるようになったと思うんだけど、まあたまたま仕事的にはそういうあの編集部のね、判断しなきゃいけない立場だったんで、すごくいい経験をしても、僕らってその雑誌を作ってるじゃないですか、写真家さんにお願いして、なんかかっこいいカメラ好きなのさ、音符がないだあれだこだってそんなことやってるけど、そこにプライド持ってやってるつもりだけど、実はその後ろには印刷する人がいて、こうねトラック運転してくれる人がいて、搬入してくれる人がいて、本屋さん並んでてくれる人がいて、そこにわざわざお客様が来てね、一冊一冊こう買ってって、それは全部こう回ってるから、あのね、先ほどガンレフじゃないけど、ガンレフみたいなものももちろんそういう意味では僕は大事なもんだと思うけど、雑誌が大事だなと思ったのは、雑誌1個1冊がこんだけ大勢の人の生活支えてるんだよ、だってトラックの運転手はそれで飯食ってるわけでしょ、印刷やってる人はその機械のボタンを押すので食ってるわけじゃないですか、地震が起きてガソリンないためその人仕事なくなっちゃったりその日ね、だからその時に考えたのは、まあ、家族が仙台にもいたりしたので変なし休館してね、雑誌休館して行って手伝ったりする方がいいんじゃないかみたいなこと思ったんだけど、やっぱりそういうその多くの人が関わって飯食ってるから、やめちゃいけないなって、なるほどなるほど、それだけのためにね続けようと思った思い出がありますね。だからサプライチェーンになってるものが全部こう顕在化したんだ、そう気づかなかったね、普段は全く気づいてなかったし、今日はねこう皆さんとお会いして話こんな機会いただいてますけど、
通常見えてないわけですよ。一人一人がみんな買っていただいてることを分かってないけど、その間にものすごいいろんな人が関わって、やってる。きっとカメラもそうだよね。一台のカメラ作る人はネジ回す人もいるだろうし、うんね、設計する人もいるけど、うん、最後は一人一人がこれくださいって言って買ってそうですよ、ね、るわけでしょ、うん、だから産業ってすごいなと思って、うんうんうん、雑誌もそうなのかもしれないけど、一人一人がこう買っていただいて、みんなが少しずつこう分け合って、みんなでご飯食べてるみたいなね感じが雑誌やってて初めて、なるほどね、思い知らされましたね。なんか変わりました、震災からこの雑誌とか編集ということに携わるっていうこととか、記事とか写真に対することとか、前から思ってたことではあるんですけど、はいはい、変わったって意味ではますますこう自覚したっていうのは、カメラっていうよりもな、そうか、雑誌ってなくたって生きていけるじゃないですか、うん、だってお腹いっぱいになるわけじゃないし、うん、雨水しのげるわけでも、うん、まあ、ちょっとちぎってここ入れればあったかくなるかもしれないけど、不自由じゃないですかそんなのそんなためじゃないし、だから本当はなくていいもんでしょう、うん、でそれがなくていいものを作ってるんだと、うん、そもそもこのそういう生きる死ぬの状況では雑誌なんか見てる余裕もないし、そんな余裕もないんだよね、うん、だけどだからそういう意味で言うと、うん、もちろんそういう震災とかそういう非常時にどうするかっていうのはそれぞれの考え方なんだけど、やらせていただく以上はもっとなんていうかな、そういうことを自覚して作んなきゃいけないなと思ったの、うん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 、なんか誰にも役に立たないから役に立つようにしなきゃいけないわけでしょ、うんうんうん、一個一個の言葉とか写真をねお願いする部分とかも原稿とかもすごく吟味してやんないと、もともといらないものなんだから、うん、もう適当にした瞬間にもっといらないんだよね、うん、無駄っていうか、うん、かえってそんなのやめて、うん、ボランティア行った方がいいでしょ、うん、それをボランティアしないでやるってことはどういうことなのかっていうことを、だからすごくより自覚させられちゃった気がするので、うんうんうん、まあ、その後だから変わってるかというよりあんまり変わってないんですけど、自分の編集の中ではすごくその自覚を促されちゃった気がしますね。なるほどね。幸せのマクロレンズ入門、あ、この号はね幸せっていう言葉がタイトル、このキャッチの中に入ってくる、入れたんだよねということとか、その後これ今幸せのマクロレンズ入門という特集号は2011年5月号なんですよ、うん、これは2011年の4月20日発売なんですよ、はい、つまり編集を始めたのが3月の15日以降なんですよ、うんうんうん、でその時はその違う特集を考えたんだけど、さっきのガソリン問題があって、うん、行けないんですよロケに、うん、山の中入れないですよ、車が動かないから、うん、どうするっていうのでずいぶんその時編集会議をして、うんうん、僕らはその多分まずそうこういう時期でも写真を 撮ろうっていう企画にしましょうってのがあったの。写真やめてなんかボランティアに行こうっていう企画は俺の雑誌、私たちがやる雑誌じゃないでしょ、うん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 、写真を撮るっていう雑誌に記事を作ろうっていうのがあって、でもガソリンないし今時なんかこう大きなカメラ持ってウキウキ行くのもちょっと不謹慎だよねと、うんうんうん、じゃあきっとちっちゃなカメラなり単焦点のレンズ1本で何撮るって、春だったから花撮るんがいいんじゃないのと、うん、あえてうち一回もマクロレンズの特集やったことなかったんだけど、今そのあんな時期でも花がどんどん咲いて、うんうん、ね、桜も目前ですよ、3月17日だったから、うん、花をこう撮ろう、うん、それだったらその不謹慎じゃないじゃないっていうのがあって、マクロレンズ入門をしようってして、うん、その時に幸せのを入れたんです、うんうん、最初幸せのはなかったんだけど、うんうん、幸せマクロっていうなんかキーワードにして、うん、なんか虫をアップじゃなくて、うん、虫も幸せだと思うんだけど虫よりは花とかそういうその感じで、うん、お願いして作った思い出がありますね、うん、この時だから特集が苦しかったんですよ、うん、ちょうどそのアクティブにね写真を撮りに行く時期だったから、もっと大きな絵を撮りに行くような特集やらなかったんだけど、とにかくガソリンなかったから、うん、関西の人はねきっとそういうのなかったから、もっとちゃんとした特集やってほしいってきっと思ってたと思うんですけど、当時僕らが行けなかったんだよね、うん、で飛行機もなんかあんまりいまいちだったし、なんかこの時になんかはしゃいだ感じの特集はできなかったね、うん、ちょっと業界全体的にね、イベントなくなるし、イベントなくなったし気持ちも随分落ちちゃってたんで、
まあ、自分のためにやった部分もちょっとあるかもしれないね、これね。まあ、神戸としてはね、神戸も震災経験してるんで、やっぱりこうどっかでね元気な部分を作らないっていうのはあるわけですよ、うん。まあ、東京はそうなんだけど、じゃあ関西でも経営でもこう元気出してやろうよみたいな、うんうんうん、じゃないと全体ダメになっちゃう、うん、だからどっかでこの産業的な構造も崩れちゃうし、うん、ということでこっちは盛んにイベントやってたんです。そうですね、それ結構不謹慎と見られてしまってですね、言われた、叩かれましたね結構。本当、はい、うん、何やってんの神戸でみたいな。でも神戸は震災経験してるからやるよ。そうだよね、うん、僕たちはそれをやってきたし、うん、そういうのは何かありましたね。だからこういうことをちゃんとやってて、まあ東京とかね向こうが復活してきた時に、うん、うまくねまたバトンタッチしてできるような形にできればというところで、結構いろんなイベントやってましたね、うん、編集の話なんで、うん、みんながそう思ってるかちょっとわからないけど、結構その写真こんな時期撮っていいのかなとは思ったよね、うんうんうん、それはさっきもねその話に近いかもしれないけど、でも撮んなきゃダメでしょって結構言ってくれた人が多かったね、うん、僕の一緒にやっていただいてる写真家の方はなんかね、まあ、僕大好きな横木荒夫さんとかね、はいはい、こう瞬きするだろうお前って、はい、もちろんびっくりしたこうやって、うん、瞬き忘れて目が乾いちゃったりするかもしれないけど、うんうん、いやでもそれでも瞬きするだろうって、うんうん、何かあったらと見るだろうってそれ、うん、見るのと同じだ写真はと、うん、見るなっていうのはおかしいだろうって言われて、うんうんうん、そうだなと思ってね、うん、なんか覚えてますよそれは、うん、何言ってんだみたいなことを怒られちゃった気がします。ちょっとなんか弱気なこと言ってたんだよきっとね、うん、その時すごくそういう意味では写真のことも考えた、うん、事件でしたね、うん、この年はまあそういうこともあったのか関係あるか分かんないけど、うんうん、随分意欲的にいろいろやれたし確信持ってたのかな、その、うんうんうん、もうこの辺からは確実に写真上手くなる雑誌にしようってすごくあって、それが多分ね大きいんだと思うんですよ、うんうん、この辺ぐらいになると、うん、だから茂木さんもこう出てきたり、そうかもね、これは本当のプロ中のプロ、うん、写真は雰囲気とかじゃなくてちゃんと教えてくれる人にこう、そうですね、教えてもらおうよみたいな、うん、のがあって教科書シリーズがこの後また出てくるわけですね、うん、そうですね、そういうのも今作ってるし、うん、この辺はもう2冊目作ってる気がするね、うんうん、ただまあなんていうかカメラを軸にはしたかったんですよ、うん、カメラ軸で上手くなる方法を提案しようと思って、うん、ずっとやってったような気がするな、うんうん、文字もでかいですよね、マクロとかでかい、望遠とか、うん、でかい、 F 値とか F 値の疑問っていう、うん、前その前回あった F 値の F とかなり大きさ違いますよ、そうだね、すごいなこれこれでポカーいう感じで来てますから、うんうん、まあでも基本的に僕ねでかい方が好きなんだよね、うん、遠くから見て何やってるのかはっきり分かる表紙が好きなので、で8月号にはですねこんな写真が撮りたい58になりましたよ、47から今度58に、あなんでですかね、なんでですかね、ちょうどアナログ放送が終わったときですね時代背景的にはデジタルに切り替わった時代、アナログ放送そうですよね、なでしこジャパンも世界一になった、ああ感動でしたね、あと焼肉屋恵比寿集団食集団食これであれだっけ、なんかユッケとかですね、ユッケダメだったら生まれば食えなくなって、うん、でも今は非常に感染者が激減して4分の1になったらしいですよ、本当じゃあよかったのかな、157とかの感染者数が、まあでもちょいちょっと腐れぐらいが美味しいんじゃないの基本まあ僕たちの胃には合いますけど、うん、合わない人たち、僕のね上品な方々、上品な方々僕はちょっとそれぐらいの方が美味しいなすいません、そういう時期でしたねちょうどね、でした、はい、いやで、それからフレーミング、うん、あそうね、この辺はね次に編集になっていただく、もう何になるのかもうすぐね、うん、明日明後日か4月1日からなられる福
福島さんが、うん、福島副編集長が相当いろいろ企画出して、うんうんうん、面白いことやってくれてバンバン当たってたかな。このフレーミングのこの付録すごかったですね。今もまだうち売ってるんですけど、ね、うん、マックの、うん、フレーミングガイド、フレーミングガイド、なんか本当にガイドをつけてこうやって当てながら考えてねって意味が変わるよっていうのを紙面でやったんでね、うんうん、結構面白かった。うん、うん、面白かったね、これね。そうですね、これはね、今でも売れてますね、フレーミングのやつは。バックナンバー、本当、はい。で、まあ、中身拝見、人気写真家のカメラバッグと、ああ、はい、そういうのもありましたね、うん、あれですよね、だから写真家さんのカメラバッグの中ってどんなんかなって、そう気になりますよね、うん、あのね、まあ、この間カメラバッグも作ったりしたんで、はい、こういうのをやってたんですけど、うん、まず雑誌ではカメラバッグってみんな人気あるんですよ、うん、やっぱりこの写真撮る人ってだんだん道具増えてくるから、うんうんうん、いいバッグ探すけど、はい、機能的なものがあるんだけど、どうもこう自分のスタイルぴったり来ないっていうか、うんうんうん、あともっさりしてるとか、はい、あとすごくかっこいいのはすごい高いとかで、うんうん、どうもぴったりがないじゃないですか、うんうん、でそもそもそのじゃあそういうスナップシュートする人とか自然風景撮る人とかいろいろスタイルがいるけど、それどういうの使ってんのっての知りたいらしくて、結構当たりネタでね、結構いろいろ取材していただいてるんですけど、バッグ開けてね、こう どんなの入ってるみたいなとかやるとすごくウケて、で大体ねその人たちってのはその当時自分ご自身が選んで買ってのずっと愛用してるんですよ、はい、でバイクってカメラバッグってすぐ廃盤になっちゃうので、あの売ってないんですよね、もう非売品ばっかりなんですよ。だからカメラバッグってちゃんと探して買ったら3つぐらい持っててもいいぐらいな感じなんだよね、まあ、その人の、ね、スタイルがあるから変わっちゃったらもうあれですけど、だいたい自分がこういうの撮りたいって決まってたら、今買わないとすぐなくなっちゃうんですよ、これかなと思って買った。から僕も、まあ、10個やから5、6個ある、ね、バッグあるんですけど、みんなもいっぱい何も先生も持ってるでしょ、バッグいっぱいあるでしょ、鶴丸さんでしょ、いっぱいあるでしょ、やっぱみんないっぱいあって気に入ってたらでも1個ぐらいになっちゃうでしょ、そうだからほんとね、バッグは集中して買って1個を長く使うことになっちゃうので、それはよく分かりましたね。デジタルカメラマガジンでも特製バッグをね、ちゃんと作んないといけないなと、ね、定期的にね、前回のボリューム1が、はい、フォトサロンのボリューム1の時にもそのバッグがちょっと特集されてたので、そうの話をしたんですけど、やっぱり間違ってないんですよ、僕も10個ぐらいバッグ持ってますから結局なっちゃうんだよね、持ってるんだけど使わない、持ってるだけみたいな、その時は何かあったんだけど、結局なんかだんだんね使わなくなっちゃって、一番いいのってなかなかね難しいですね、気に入ったらもうとにかくすぐ買っちゃった方がいいですね、バッグだけは、すぐなくなっちゃう、まあそんな特集が組まれた時でもあります、ね、はい、もうこの辺から完全にもう雑誌が読めない、デジタルカメラデジタルカメラマガジンっていう、もう文字がね、この辺から見えなくなってしまう、そうですよね、最初こうですからね、ちゃんと読める、就任前です、これすいませんこれ単焦点レンズの55っていうここのデジタルカメラってもうこれもう何も読めない、読めない、見えないロゴが読めないっていう55も切れてる、すいません、ほんとね、あのチラシみたいな雑誌作りやがってて、たまに怒られたりしていいんですよ、いいんですよ、これ分かりますよ、もう、うん、言いたいこといっぱいあるんだから、すごいですね、はい、まあでもあの自信があるとこうなるんだね、きっとね、うん、もうここ一番面白いから見てよっていう表紙なのかなと思うんですけど、なるほど、そんなのがこうあった。去年はね、とにかくあのカメラいっぱい出たんですよ、出ましたね、一昨年はやっぱり震災もあって震災と、ね、出なかったので、タイの洪水ですよ、そうそう、タイの影響でだいぶねすごい出て、でそのちょっと前までほらかっこいいカメラが星野さんの話をしましたけど、ちょっとデジタルカメラの進化が踊り場だったので、まああんまり変わり映えがないってのはね、あのそういう風に見えなくもない時期だったんだけど、ちょうど震災の前後かな、その後は結構ガンと変わったんですよ、画素数も伸びたし、結構ねセンサーの感度とかも劇的に良くなってるかな、世代が変わってる感じがするので、今のカメラは今買って損ないっていうか、
多分何年かは全然こう引き渡らない、この先出てくる、うん、どうなんですか、分かんないですね。でもまあローパスレスっていうのがそうですね、あとにザーッとこうローパスフィルターを取っちゃう、そうだね、ローパスフィルターをキャンセルするという、うん、そう機能が出てきたりとか、そうですよね、そうローパス、昔ねローパスフィルターってうちでも雑誌やったんですけど、うん、高いって言われたんですよ、うん、高いらしい、で聞いたことあります、ね、上のね、そうハイエンドのカメラのローパスフィルターと、うん、エントリー機のローパスフィルターって全然違うんだって、うんうん、コストが、うん、取っちゃうってさ、うん、あれみたいな、うん、その分安くなるのみたいなニュアンスもあるじゃないですか、うん、でもきっとそうじゃなくて多分ね、うん、その分大変なんだと思う、その、うん、別のことでね、チューニングしなくちゃいけないでしょ、それだけの精度を持つようにしなくちゃいけないとか、多分ね、やっぱりそういう意味でもローパスフィルターがあるとないで、多分そのピントが合う合わないとかいろいろ FC の解説の問題とかあるんだけど、それ以外にも多分全体にそれでこうパワーアップしてるっていうか、そのしっかりそれをね、あの絵にするためのところが進化してると思うので、そういう視点で見てもらうと面白いかもしれないですね。単純にいいレンズ使って改造できるよだけじゃなくて、全体のパワーが上がってるっていうか、その辺はね、明日ちょっとやっていただきました多重録音みたいな、はい、そう機能がね普通に乗ってきたりする、まあ、ああいうのって撮ったところで多重録音させちゃうわけだから、うん、すごいエンジンの力でしょ、1600万画素とかの絵をさ、うん、どこでギューってやって原因調整までしてくれるわけだから、すごいパワーだよね、そういうところで、あれもうどんどんこうカメラが面白くなってきてる気がしますね、うん、去年出てるものとかは本当にあのみんな次世代感があって、うんうんうん、面白いんじゃないかと思いますね、うん、そうですね。で、ちょうど2012年の10月号、はい、これで、創刊15周年に、あ、そうだ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 、そうなんです、はい、うん、この解体カメラの全てが分かるという、うん、あ、そうだこう。うん、そうだ、どっかの量販店の中ね、ヨドバシっぽいなんかこの、いや、チラシっぽいですよ、チラシっぽいビッグさんじゃないかと思うけど、ビッグ、まあまあ、ちょうどその当時フォトキナーだと思うけど、うん、すごい発表されて、はい、面白かったんですよね、どんどん新しいもの出てきてね、うん、これそれで、よく見えた号なんですけどね、うん、まあ、ちょうど15周年なんで、うん、そう電子版っていうのをやりまして、はい、うんうん、あのうちってあのいろんなカメラ屋さんがあるんですけど半径がでかいんですよ、うんうん、それ で値段も高い雑誌なんで、はい、紙結構いいの使ってて、うん、重いんですよね、うん、すみません持って帰ると無理でしょう、なんかちょっと腕が痛い、なんか読んでて重いみたいな、それを文句結構言われてて、うん、いいんだけど困ると、うん、電子版ないですかって全部言われたのと、あとはもう本当若い人が雑誌を買わなくなってきてるんで、なんかもうちょっとそのお客さんがライフスタイル変わってもアクセスしやすいものをやっていく、うんうん、でできればこれを電子になると、日本は日本の流通の仕方があるんですよ、うん、それを超えてね、アマゾンとかになったら海外の人が買えるようになるとかっていうことをしたかったので、うんうんうん、で物だとどうしてもこう送んなくちゃいけないでしょ、うんうん、そうするとなんか関税なのかなんかいろいろ問題も出てきたりとかする、うんうん、時間も軸も変わる、うん、でも電子版ならその発売したらそのダウンすれば日本中どこか世界中で見れるので、うん、これをやっていくっていうのはもともと雑誌がやんなくちゃいけない、ある写真家さんなりメーカーさんなりその情報源を多くの人に知らしめるっていう意味では、うんうんうん、紙にこだわってるけど一応、うんうん、でも紙にこだわるためにそれができないっていうのはもともとの雑誌の役割として間違ってると思ったので、うんうん、もう先生方にお願いして電子版をやらせてくださいっていう形をして、はい、今結構ね、これで伸びてるんですよ。そうですよね、うん、でもそんなに安くないんですよ。安くしないもん、高いですよ結構。そう、皆さんはね、安い方がいいと思うんですけど、うん、作る側は安くしたくないんですよ、うん、自分の作ってるものが安くなってほしくないんですよ、うんうん、これはもう僕の後ろにはね、写真家さんも皆さんいるでしょ、うんうんうん、その人たちの写真があるところでは1100円なのに、あるところでは100円だったら嫌じゃないですか、うんうん、僕らはそのさっき話したけどいらないものを作ってるので、うんうんうん、価値をできるだけ上げるのが仕事なので、急に安くするっていうのは裏切ってるみたいで嫌なんで、うんうんうん、そんなものを作ってるつもりないので、うんうん、あんまり安くはしないです、うん、でもその間利便性はいっぱいあって iPad で持って帰る、うん、いつでも見れるとか、ね、うん、そういう意味では
まあ、ちょっとねまだまだ足りないこと、うん、あの出囃子によってはそのちゃんと写真が改造できないとかいろいろあるんですけど、まあ、少しずつそういうのは解決しながら、うん、頑張って続けていきたいなと思ってます、ね、でも電子版になんかなってますよね。僕の体も電子版になってますよ。もう本当に体がなってるわけじゃなくて、もうそういうことじゃなくて、違う違う、今こうタッチパネルでこうブリックスしたそう、うん、電子電子ありましたよとかそうか、電子デバイスじゃないの、デバイスじゃなくて、まあ、そう読んでるで、まあ、雑誌のほとんど僕はあの iPad とかで読んでる、読んでます。Bパルとか、あ本当、うん、ビーパル？ビーパル。キャラじゃないよね。ビーパル？どう見てもアウトドアじゃないですか。ガジェット好きなの。ガジェット好きですか。ごめん。部屋の中でランタン使う。それガジェットっていうのそれ。うん、それガジェットなの。マイヤットです。しかもアウトドアじゃないし。部屋の中でランタンでしょ。部屋の中でランタン。いいんですけど。なんかね、木下さんの印象、最初の話でどういう出会いだったかというと、僕はこの、うん、フーテル、こんな目でかいじゃないですか。怖い。でかくないですよ。でかいよね。これ並んだらほら、3倍、投射して3倍ぐらいですよ。センサーのもう目の張りが違うんですから。僕は本当にもう、ね、磯神で来るんですけど。磯神で来る。高そうだよね。3200とか。本当は僕ね、50ぐらい。50、50。まあいいんですけど。ですよね、アマゾンなんかでも。そうなんです。電子版って言って出てますもんね。レビューも結構出てますね。うん、どうすか、レビューも出てますね。うんうん、こんな感じで手軽にこうダウンロードして、そうですね。やってますけれども、ああいうやつってやっぱり写真っていうのはやっぱり紙のやつとデジタルやっぱり違いがあるからやっぱり苦労もあるんですよね。そうですね。そうですね。なんかどれくらいの圧縮にするとかって悩むんですよね、うんうんうん、だってデータ量が大きいとダウンロードすごい大変じゃないですか、うん、でクロッシーとかだと結構早く今できるっちゃって難しいし、今ね、うんうん、ネクサス7だっけ、そうそう、あれがねすごい売れてるらしくて、うんうん、そろそろそのみんなパッドを買って、うん、あのダウンロードして見る時代が来そうなんですけど、うんうん、回線の太さとかね、いつでも変えるったって何時間経っても落ちてこないんじゃ嫌じゃないですか、うんうん、だかその辺でいうとどれくらいのボリュームするかとかってのも過渡期なんですよ、うんうん、いつも研究してるし、ね、電子版はまだまだこれから、うん、あの良くなっていくのかなという気はしますね、うん、いや面白いと思います、電子版は本当に、うん、でも手軽だよね、うん、ああいうふうにこう並ぶのも楽しいけど、うん、引っ越しの時大変じゃないですか、大変、もうどうすんだみたいなね、電子だったらこれだからいつでも売ってるし、うんうん、そういうところはあの便利ですね、うん、そういう意味ではあれですよね、雑誌とそういうインターネットっていうかネットのまあうまいことこう融合してるっていう感じでね、うんうん、そういう、うん、うまいあの活用の仕方ってすごくいい、うん、本当ですか、ね、ありがとうございます、うん、ということでバタバタとこの最後のね号に、うん、はい、来てしまった、来てしまって最終回のこの後ろのね、はい、編集後期、後期、うん、はい、カメラが合ってるかって、カメラが合ってよかった、あの川上編集長ってあの皆さんご存知じゃないかもしれないですけど結構写真がうまいんですよ。で初めて言われた、某カメラメーカーさんの、某カメラメーカーが選ぶ写真雑誌写真コンテスト的なものがあったらしく、それでなんと優勝されたんですよね。あ、チームでね、チームデジタルカメラマガジンが一番投票が多くて、うん、そうでしたね、デジタルカメラマガジン編集部は写真うまいんじゃないのと、そう、2年目は仙台でしたけど、うん、1回目は優勝しましたね。で、毎日写真撮ってらしたじゃないですか。そう、撮ってた、ツイッターに上げてたんですよ、うん、今日の篠崎そうでした、そうでした、そうでした、撮ってた、花が咲いていたみたいなそれツイッターにアップされてて、上げてた、上げてた、はい、あれどんな感じで、あれはね、まあ僕の中で2つテーマがあったんです、うんうん、やっぱり写真について勉強しなくちゃいけないって時に、うん、釣りをやってたので、うん、風景は理解できるんですよ、風景を撮る心とか、その四季折々の変化とか色のこう微妙な組み合わせとか、うん、朝とか晩とかそういうその風が感じるような写真とかっていうのが分かるんです、すごくそれはもう釣りしてたからね、うん、だけど2つ分かんないのがあって、1つはねポートレートだったんですよ、はいはいはい、なんかこう特に女性のポートレートを撮る、う
なんていうかな、その醍醐味みたいなのってちょっと分からなかった、うんうん、でもう一つはスナップだったんですよ、うん、なしスナップを取るっていう感覚っていうのはあんまりなかったんですよね、うんうん、どうもそのせか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 編集ってしてるのか、その移動から移動の間何も見てないよ、まっしぐらいに次の目的地に行って仕事して答えてこういう感じなので、なんかこの散歩してどうのこうのっていうような生活がなかったのもあって、スナップが分からなかったんですよ、うん、でその時横木さんにそんな話をしたら、うん、お前何でもいいから、うん、もうどこからどこまで例えばその通勤で自分のいつも同じ道歩いてるだろうと、はい、そこ1年ずっと写真撮ってみようと言われて、うん、やってみようと思って、うん、だほとんどあの1年は2年ぐらいかな、毎日写真撮ってたんですよ、うんうんうん、すみません iPhone でしたけど、 iPhone でね、それで Twitter にあげるっていうことで、うんうん、でその時にただ一応あのレタッチとかは当然仕事で勉強するので、うん、あのコントラストとサイドのコントロールだけかな、うんうん、あと露出だけですけど、うん、露出だけやったので、うん、だからあのあれ何ミリぐらいかな、30ミリぐらいの結構広角系の、うん、あのあれと思うんですけど、あれであれ単焦点じゃないですか、うん、こう寄ったりこう足ズーミングでこう寄ったり引いたり色々してね、うんうん、であとはそのフォトショップの無料版を落としてそこだけいじれるんですよ、うん、あのラチシュードをちょっといじったりとか、あのサイドのところちょっとそれだけいじってあげてたんですけど、結構ねあの勉強になったっていうか、うん、さっき話して編集ってそのある部分からある場所からある場所に行くまでただまっしぐらにこう次の仕事のことを考えながら走ってるわけですけど、写真撮るとしょうがないからみんな見るんですよこうやって、うん、今日これで撮れるかなっていう、こう気持ちはせかせかせかしてるんだけど、でそうすると見るようになるんですよね、あなんか今日ちょっと花咲いてるとか、あ今日水が汚れてるとか、なんか苔が生えてるとか、なんかそういうことを見つけたり、空は雲がちょっと違うとか、あなんかあっちの方がちょっとなんかなってるとか、そういうことを見つける、同じ道なんだけど見つけられるようになったんで、あれは自分の中ではやってみてすごく勉強になる。だし、まあ、ここの月記でも書いたあるブロックがあるんですけど、うん、とにかくそのこうだっけ、このいや写真が撮れなくなってる時、それは自分が良くない状態であることがシグナルだと知ったっていうのはその経験なんですよね、うん、どうしてもその自分は撮るって決めてるから撮ってるんだけど撮れないんですよ、うん、なんか例えばそのあ怒られちゃうとか、うん、なんか部下が何かしたとかなとかで、うん、謝りがなくちゃいけないとかあるじゃないですか、もちろん自分が何かしたとか、それでそこで頭いっぱいだと取んなきゃいけないと思ってもどうやっても見つけられなくて、うん、もう時間も迫ったのにもう一回戻ったりとかしてて、うん、だから本当にその取ろうと思っても取れるなってくるんだけど、それでもその心が何かに満た埋まっちゃってると取れないんだなと思って、うんうん、スナップってものすごくの心持ちというか、で外のものを受け入れる広いまず気持ちがないといけないんだけど、そのつもりになっても頭の中に何かこう神さんと喧嘩したとかなんとか、震災でなんかね放射能の話で飛んでくるかもしれないとか頭あるとなんかこう取れなくなっちゃうんですよ、見つけられない、何にも見つけられないみたいな感じで、そういう経験をさせてもらったんですよね。それで初めてその、まあ、明日はきっと鶴巻先生にスナップの話をして、はい、お聞きすると思うんですけど、あスナップってすごくその外を受け入れていく気持ちと同時で自分のそのことを知るっていうか、今どういう状態なのかってことはよくわからないもんだと思うんですけど、写真撮ってるとわかるな、あ今俺良くない良くない状態なんだなと思って、ちょっとこう一泊を行ってみたりとか、あのすごく写真を撮りながら振る舞いとかの勉強をさせられた経験だったので、あの1年2年ぐらいはすごい良かった、皆さん撮ってくださいね、結構ね写真うまいんですよ、あそんなこと言われたら初めてですけど、うまいんですよ、ね、きっとね編集長だから遠慮して言わないんだよね、うん、下手ともうまいとも言ってくれないわけですよ、で本当ねあのうまい下手よりもその同じところを毎日こう、やってるだけで季節が変わってくるのも気づくし、風が変わるのも分かるし、雨降ったとかなんとか分かるんで、ぜひ何でもいいですよ、カメラなんか、カメラなんかって言ったらいけないけど、まあできれば手軽な方が良くて、あの負担にならないっていうか、だって移動してるだけだからね、その間にパッ と止まってパッと撮れる方がいいので、ぜひ撮って、あの
こういうこと語り合いたいけど、どうだった、うん、1年やってみてどうだったって話してみたいけど、何かきっとそれぞれ言葉が生まれると思うんですけど、ぜひやって見ていただけると、うん、僕の実感として良かったってことなんで、うん、はい、なるほどね。まあそんな川上編集長がですね、うん、ちょっとお聞きしたいのが、最後にお聞きしたいんですけど、編集という仕事は何なのかという、はい、まあ僕も何回かこう東京行った時には川上さんのとこ行って、こうよく飲んだ席ではいろんな話をね、そうするんですけど、まあ僕はやっぱり一番よく知りたかったのは、やっぱりなんかこう編集って何かなとか、編集者らしい編集者だと思うんですよね。自分で何でもこうまず食べてみて、食べた感想をこうストレートに言うところから始めるみたいな、なんかこう自分の感じたものとかを読者の人たちにこううまく合わせてチューニングして、でこのなんか商品とかいろんなものの入り口を教えてあげるみたいなところってあるわけじゃないですか、うん、なんかこうあるものをこうごちゃごちゃっと編集してしまうということではなくて、ちゃんと入り口を見つけてあげるっていう仕事が、川上さんの仕事かなとは思うんですけども、編集とはみたいなですね、なんか編集の仕事って想像できないと思うんですけど、基本的には紙面を埋めていくんですよ、その写真をお願いしたり原稿をお願いしたりして、こう割り付けもしないんだけど、大体こういう要素にする材料を集めてきて、デザイナーさんにお願いして作ってもらうっていう仕事なんですけど、それだけだとある意味その流れてきたこうパーツと A と B というパーツを組み合わせてネジ回して次に回してるだけなんで、これが面白いのかっていうと、まあそれもそれ仕事だと思うしいいんだけど、もうちょっと突っ込んだ話をすると、そうですね、その中にも裁量する部分があるわけですよ、その見出しは自分でつけれるとかね、原稿の方向性とか写真の方向性をこうしたいとかって考える余地が あって、うん、もちろん編集長が言われたことをやらなきゃいけない部分って仕事としてあるんだけど、そういうところでその見出しっていうのが結構大事で、その、まあ、僕の尊敬している松岡聖吾さんっていう有名な、あの編集の先輩、編集工学の方ね、その方ね、この間も加納さんの会談出てらしたけど、すごい僕尊敬してる、あの人が言ってた編集とは何かっていうのは、かいつまむことだって言ったんです、その人は。何事もかいつまむことだと、ここにまあね20人がいらっしゃるかもしれないけど、この20人が同じこの体験を今してるとしたら、20人がそれぞれの家に帰ったりして、もしくは職場に帰って、昨日こんなことあったよって言うわけでしょ、20人全員違う言い方するんですよ、話が長かったとか、つまんないギャグがあるとか、なんか1年間写真撮ってね、毎日撮ったらいいよとか、なんか断片的、でもその人にとってはその時間をかいつまむと、川上の話が長いっていうかいつまみ方したかもしれない、これ編集なんです、なるほどなるほど、編集ってのはそういうもんだと、でその時にまあ話が長かったって言ったら、それはそれでかいつまんでもう二度といかないオチなんだけども、例えばそのそうだ、ね、さっきの1年間同じ道を写真撮ると、なんかいいことあったみたいよって伝えると、それはなんか今度もう一回聞いてみようとか、もしくは何かしてみようってアクションになるわけじゃないですか、何かのことを経験したらそれをかいつまむんだけど、かいつまみ方がその雑誌で読んだ人が何かアクション動くように、アクションが発生するようにするように考えてやるのが、まあ一つの編集の極意なのかなと思っているので、かいつまむんだけど、かいつまむ方向性っていうのがそのざっくりじゃなくて、いかに読んでもらってお金払っていただいて、その価値があるように作るか、作るためのかいつまみ方をするかが、まあ編集なのかなと思っています。僕はどっちかその時かいつまみ方がかいつまんで名前をつけるっていう言い方をしてるんですけど、例えばニコンの D7100 っていうカメラが出ました、このカメラっていうのは D7100 ってカメラなんですよ、でも誰も触ったことないでしょまだ、そうすると僕らがこの D7100 とは何ぞやって言わなくちゃいけないですよ、かいつまむんですよ、D7100 ってたくさんいろんな新しいスペックとか、他のカメラとの違いはあったりなかったりいろいろあるじゃないですか、そういう全体を先に知ったら、こういうカメラですって言わなくちゃいけない、例えば今回ね、もう発表されて、まあ、クルピックスの A みたいなね、クルピックスなのに結構でかいセンサー乗ってるわけですよ、見たことない、僕らも実はまだ実写もしたことないけど、どういうカメラだって言わなくちゃいけない、それが
かいつまむわけですよ、うんうん、で雑誌によってはなんたらって違う言い方するし、僕らは D800 ユーザーのサブカメラだって言ったんですよ、そういうふうに言葉を言ったら、うん、俺 D600 なんだけど俺にはいらないかなと思う、誤解を受けるかもしれないんだけどいいんです、それでも、うん、で僕らはそういうふうに買いつまんだ、うん、だそういうのが雑誌は10種ぐらいあるとすれば、みんながそれぞれ言うと、うん、みんないろんな材料増えるよね、だってまだ売ってないし、うん、買えない使えない人がいろんな雑誌見て、うん、ああこの感じだ、結局その雑誌を好きになるっていうのはそういうその感覚が合ってるから買うわけですよ、うん、僕らは全員に読んでもらいたいんだけど、全員は無理なんですよ、やっぱり、うん、そういう言葉を選んじゃってかいつまむ以上は、そういうかいつまんだ言葉が相手にはピンとこないこともあるんでね、できればプロなんで多くの人に読んでもらいたいんですけど、そうは言っても僕はよく言ってるんですけど、1100円の雑誌なので、カメラ情報が欲しいだけだったらもっと安い雑誌があります。もっと言うと、うちはデジカメウォッチっていうね、無料で読めるニュース媒体もあるので、カメラ情報だけだったらそっち読んでくれと、僕らはそれが買った人とか買いたい人がこのカメラでどんな写真撮れるかを証明するのが仕事、それは1100円払ってでも他にないから買うじゃないですか、そういう人に作るんで、どうしてもその限定せざるを得ない、それからそういうはっきりしたお客様に響くような買いつまみ方をしましょうって考えて作っていってる感じですね。いや、材料を集めてデザイナーさんに振れば雑誌できるんだけど、そこにそのどういうお客さんに響く買いつまみ方をするかは大事にして作っているつもりです、ね、それがまあ編集者編集者であろうと思います、うんうん、だからこの人皆さんは多分それぞれが違う買いつまみ方をしてるし、だから編集っていうのは別に人生の誰もがどのシーンでも買いつまんでるはずなんですよ、人が言葉を使う以上は、昨日の仕事でね、買いつまんでるんですよ、知らない人に言うときに、さっきも言ったけど、僕と飲んでて酔っ払っていいこと言って食べたこと言ったけど、それもかいつまんで言ってくれてるわけ、いやそういう意味ではみんなやってることなんだけど、それをそのこういう雑誌の場合はお客さんをはっきりさせて、その人に向けてこう言葉選んでいくという感じですかね。なるほどね、まあそんなことで、ですからこれなんです、これこのこれ書いて、これがかいつまみ方針、カメラが分かると写真は楽しいっていう感じですね、うんうん、だから別にこの雑誌読むとプロになりますと書いてないです、うんうん、プロになる人のために作ってないので、うんうん、カメラが終わると写真が楽しくなるよって言ってるんです、そうするとプロの人でも、昨日カメラ買った人でもきっと読んでくれるんじゃないかなと思うんで、こういう風に作りたい、ここに書いてるのはそういうことなんだ、うんうんうん、で編集が変わればきっとここはまた変わってくるかもしれないし、うんうんうん、それはそれでいいんです、うん、その方がいいと思う、うんうん、デジタルカメラマガジンはこういう写真を楽しくなりたい人のために作ってるっていうのは宣言してる、うんうん、だからそれこれをベースにどっかパッと開いたら、まあなんかわかんないけどこうなんたらっていう時のこの内容がこことリンクしてなかったとすると僕らの負けですね、うん、なんかカメラがこうやって写真楽しいって書いてるけど、この記事全然楽しそうにいないんだけどって言われたら、それはもうメールで川上お前の言ってることは間違ってるって送っていいわけですよ、だって僕らはこれ約束してるんだよ、うん、それはもうお金払っていただいた人はもう当然文句言っていいことなんで、なるほど、はい、どしどしご意見を送っていただいて、送っていただいて、はい、私はもういないんで読めませんみたいな次の赴任先というかどちらの、次は北京、北京へ、北京行きます、うん、はい、大変ですね、北京は、ね、なんで今更みたいな感じはよくいただくんですけど、同じなんですよね、この雑誌やった時も、うん、5年前から、まあ、このね、うん、心がこっちが見えなくなったりとか見えたりとかそういう変化もあるんですけど、もともとやりたかったのはカメラはうちの雑誌を読んでいただいて買った人がすっごく多いんですよ、カメラのデジタルカメラの情報を出す雑誌がうちしかなかったので、うん、でも僕らは売りっぱなしだったんだよね、うん、買っていただいた人にそれを使っていただいていい経験をしてもらうっていうことをやりたかった、うん、でそれをやりたいんだけど、もともとカメラの買う時の購入ガイド的な雑誌だったので、もともとこれを一気に変えると、それはそれでお客さんからね、失望されちゃうので、徐々に変えていったんです、うん、徐々に買い方ガイドから使いこなしガイドに変えていった、うんうんうん、
そういう5年間だったんです、うん、きっとそれは中国でも北京でもそうだと思ってて、うんうん、すごくカメラ使ってる人多いんですけど、うんうん、この間も北京に行ったらみんなカメラ撮ってるんですけど、みんな大手で撮ってるわけですよね、はい、でもすごいいいカメラ持ってる、機能も満載の最新でしょ、うん、この人たちにそのあなたが買ったカメラ間違いないよって、うん、正しいカメラ買ったよ、なぜならこういうふうに使うとほらもっと変わるよっていうことをお伝えしたいのは、うん、別に日本でも、うん、北京でも変わらないので、うんうんうん、そういう部分のお手伝いを日本語じゃないけど今度は、うん、やらせていただければ、うん、嬉しいし、日本でもまあ1億何千万って人がいるけど、うん、15億人、うん、でしょ、うん、もうちょい少ない、もっと少ない、うん、でもね、やりがいはあるかなと思っているので、うん、何ができるかはこれからですけど、うん、同じ気持ちで北京で仕事をしたいなと思ってます。なるほどね、はい、というようなことで、はい、長い長時間にわたってですね、はい、まあ、ちょっと今回、はい、従来のフォトサロンはこのデジタルカメラマガジンの中をみんなでですねこう読みながら、うん、ああだこうだ言うんですけども、そうですね、まあ、それ前回やりましたので、はい、今日は、まあ、川上編集長に最後は来ていただいて、はい、まあ、どんな感じでこうやってこられたのかとか、うん、でどういうふうにこう、まだこれ YouTube で流れますので、うん、ですか、これからのね、うん、デジタルカメラマガジンの読者の方にもぜひ見ていただいて、そうですね、はい、で、あ、もうほんまね、うん、うまくなるから、うん、読んでよ本当にうまくなると、僕がうまくなったからね、僕もうまくなりましたよでしょ、うん、木下先生がうまくなるのはきっとうまくなります、うん、ぜひ、はいはい、明日はこれのね、はい、特集を、そうですね、はい、束ねて、はい、鶴巻先生にやっていただきますか、はい、ぜひ、読んでいただくし、そうですね、メリケンギャラリーさんでやっていただいている、うん、デジタルカメラマガジン展もぜひ、うんうん、そうですね、毎回楽しみに来ていただければと思いますので、うん、はいはいはい、ということでですね、はい、お願いします。実はプレゼントを用意しておりまして、本当、はい、でそのプレゼントが今どこにあるのか僕にはさっぱりわからない感じなんですけども、はい、またマスク、どうしたらいいんでしょうかね、とにかくね、箱を用意してくださいと僕言ったんですけど、箱をもらえませんか、はい、この3月送別会20回ぐらいあったんですよ、はい、そうでしょうね、はい、で、うん、20回ともっていうぐらいマスクもらったのよ、マスク、あ、北京行くんでしょっつって、マスクこの一束って、でもね、どうすんだこれ、一生分あるだろうぐらい、ね、でもですね、それにある意味近い、本当、僕たちもやっぱり PM2.5 っていうのはかなり意識をしておりまして、そんな環境の悪い場所に行かれる川上編集長に用意したのは、はい、なんとですね、ニコンのクールピクス、すごいじゃん、防水防塵大気汚染にも強いカメラ、クリアに撮れるぞみたいな、はい、これにですね PM2.5 でも曇らない、曇らない、汚染されない、汚染されない、はい、あ、しかもですね、こう色はこれじゃなくてアーミーな感じこれちょっと注意していただかないといけないのは、中国入った時に没収されるかもしれないという軍事仕様のそう、お、いいでしょ、いいじゃない、で、サービンもされるんで、はい、ちょっと防水仕様にもなっておる、北京ではできない、北京って迷子になるといけないんで GPS つけています、あ、マジで、はい、あれ大丈夫かな、なんか中国 GPS 大丈夫かな、内緒にしとくよ、はい、使ってないことにしとく、もしかしたら没収されてしまう、カモフラージュしてるから大丈夫だよね、このデザインは、知れないんですけども、これにですね、はい、今日来ていただいた皆様とか明日もまだ来ていただくので、はい、ちょっと動画でメッセージを入れてですよ、うわ、で明日渡しようと思っています、うわ、嬉しいな、ありがとうございます、ありがとうございます、これで軍事施設も隠し撮りしたぜひこのクールピクスを使っていただいて、ありがとうございます当局に見つからないように、見つからないしばらく帰ってこれないみたいな感じになっちゃいますから気をつけて撮りましょう、はい、うわ、ありがとうございます、はい、自分4月1日から僕日本にいないことになってるんで、そうですよね、はい、なので最後の仕事なんですよ、最後デジタルカメラマガジンの、引き続き皆さんよろしくということで、はい、よろしく、こんな感じでナビゲーターよろしいんでしょうか、はい、ということで、はいはい、今日はボリューム3、はい、終了ということで、はい、次回は4月26日、はい、渡辺モンさん、お、いらっしゃるの、はい、おもちゃんを呼ぼうじゃないかということで、府中の森に住んでいらっしゃるももちゃんですね引っ
引っ張り出して、もうちゃんとか言えない僕も言えないんですか言えない言えない、でも素敵な人ですよね、はい、そうなんです、はい、ちょっとあのマクロレンズで、うん、マクロレンズを持つと妖精になるらしいんですよ、ももちゃんは。変な声出しちゃった、うん、そう、あ、そう、不思議な国のアリスが、うん、お薬とかお菓子を食べてちっちゃくなるんだけど、私はマクロレンズを使って陽性になるのっておっしゃってました。お話聞きたいですね。聞きたいでしょ。聞きたい。 YouTube 楽しみにしてますよ。はい、はい、YouTube でまた流しますので、うん、僕は今あの特注のキノコのこういうかぶり物を今僕制作中で、制作中森から来られるので、ここも森にしようということで、木下さん森ボーイになっちゃうの。森ボーイになる。森ガールじゃなくて森ボーイ。森ボーイってやだよね。森ボーイですっていう。まあそんなことをですね、やると、はい、じゃあ来月も楽しみな、はいはい、うちでもね連載していただいてますからね、はい、もう終わっちゃうんですよ、もう最後なんですけど、はい、本当にうまいですよ、うん、和田辺さんはなかなかですよ。そうなんですよ。だから今度は神戸で4回にわたって渡辺桃の、うん、ハナフォトレッスン帳を、あ、いいですね、リアルハナフォトレッスン帳を神戸でやろう。いいですね、ここの部屋でですね、自然光を使って、うん、4月に早速始めたいと思っておりますので、はい、じゃあ人気出そうな感じですね、はい、楽しみです、はい、YouTube よろしく。 YouTube、はい、ということで、はい、川上芳也編集長でございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。こんばんは、長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。もうこれでね、デジタルカメラマガジンの仕事も最後ですけど、はい、最後に神戸に来てくれて、皆さんとね、お会いできてすごく楽しかったです、はい、ちょっと明日もイベントありますけど。そうですね、はい、まだ僕、北京行きますから、ぜひ、はい、遊びにいらっしゃってください。行きます、はい、なのでまた牛島さんも含めて、そうですね、美味しいご飯がありますよ。そうですね、はい、はい、まあご飯だけじゃなくて、むしっしもある含めてですね、うん、きっと楽しんで、ちょっとね、まだ分かんないんだよね、うん、行ってみないとちょっと分かんないんだけど、うん、楽しいところをちゃんと開拓しておきますから、はい、ぜひ、はい、ミニケンギャラリーさんでやってるデジタルカメラマガジンでも楽しいんだけど、うん、そこでね、デジタルカメラマガジンを知っていただいたら、はい、バックナンバーのこの YouTube を見ていただいて、うん、こんなやつが元やっていて、やってたんだ、北京にいるなと思って、うん、しょうがないから遊び行ってやるかぐらいな感じで、フォトサロンイン北京なんか、フォトサロンイン北京やっちゃいますか。やる。いいですね。やるか。はい、なんかでもね、北京でもいろいろそのカメラショーとかありますね。うんうんうん、来ていただきながら、そうですね、アジアのね、うん、まあ、特にその中国事情なんかもお伝えすると、うん、日本だけじゃないよ、カメラ使ってるの。うん、みんな楽しいよね。そうですね。楽しんでるっていうのをお伝えできればいいなと思いますね。まあそういうことで。はい。いつまでもお元気で、はい、頑張ります。はい、健康に、はい、気をつけて、はい、カメラ写真撮って、はい、はい、行きたいと思います。そういうことで、はい、皆様また来月、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、OK です。ありがとうございました。ありがとうございました。ギャラリー&カフェ。 We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.